それでは、これよりは、当初予算の方に入りたいと思います。当委員会に付託された当初予算16件について、本日から10日までの4日間、審査を行います。議第1号、財政課所管分を議題といたします。なお、資料請求により提供のあった令和5年度当初予算を反映した今後10年間の財政見通しシミュレーションについて、議席に配布しておりますので、ご準備願います。まず、予算概要および課所管の予算について、ご説明をお願いいたします。はい、土井企画財政部長。当初予算にかかる、所管別質疑にあたり、私からまず財政課所管分について説明いたします。はじめに、予算の全体図につきまして配布しております。右上資料1、令和5年度当初予算案の概要によりポイントを絞って説明をいたします。まずは、2ページをご覧ください。予算規模についてでございます。一般会計の予算額は116億7100万円で、7億7000万円の増としております。また、財産区7会計を含む13の特別会計および2つの公営企業会計を合わせた全会計の予算額は総額199億6700万円で、7億3000万円の増としております。次に、3ページをご覧ください。予算規模と歳入の特徴点でございます。まず予算規模でございます。先ほども申し上げましたが、116億7100万円で、公共施設の長寿命化対策等により、3年ぶりに110億円を上回る規模となっております。次に歳入で、まず市税でございます。総額は24億6100万円で、900万円の増としております。個々の税目では、市民税は、微減、固定資産税は微増、入湯税は行動制限の緩和等による観光入り込みの増加を見込み、コロナ前の水準への回復を見込んでいるところでございます。次に、実質的な、地方交付税として、普通交付税と臨時財政対策債でございます。総額は36億4400万円で、3800万円の増としております。国の地方財政計画および本市の税収見込みから、普通交付税は増、臨時財政対策債は減としております。次に、府支出金でございます。11億1400万円で、2億7400万円の増としております。養老地区公民館におかける放射線防護施設整備等によるものでございます。次に、寄付金でございます。地域ブランドプロモーションの強化等によるふるさと納税の増加を見込み、3億200万円で、9600万円の増としております。次に、繰入金でございます。1億9700万円で、300万円の増としております。なお、財政調整基金からの繰入は4年連続で計上をしておりません。次に、市債でございます。総額は8億1700万円で、1億7700万円の増としております。建設地方債については、公共施設の長寿命化対策等により、2億7300万円の増となる6億7400万円としております。なお、市債発行事業の詳細については、60ページから62ページに記載しておりますので、ご刻ご覧おきお願いいたします。次に、4ページをご覧ください。歳出の特徴点でございます。まずは人件費でございます。18億3800万円で、500万円の減としております。なお、この18億3800万円は、
投資的事業にかかる人件費を除く財務分析上の人件費でございます。実質の人件費は56ページから59ページにまとめておりますので、詳細につきましては、後ほど、総務部より、説明をいたします。4ページにお戻りいただきまして、物件費は、18億5100万円で1億1000万円の増、補助費等は19億3700万円で9400万円の増、投資的経費は13億4500万円で6億6300万円の増、交際費は15億4300万円で3000万円の減、繰出資金は10億6000万円で300万円の減としております。次に基金残高の見込みでございます。総額は令和3年度末が7億1000万円、令和4年度末が12億4700万円で5億3700万円の増としております。また財政調整基金については、令和3年度末が2億1200万円、令和4年度末が5億4200万円で3億3000万円の増としております。次に、資債残高の見込みでございます。令和3年度末が167億4800万円、令和4年度末が161億円で6億4800万円の減としております。なお基金残高の詳細については54ページ、資債残高の詳細については予算書の108ページに記載しておりますので、ご国ご覧おき願いお願いします。最後に新たな、財政健全化の取り組みでございます。合計21項目6400万円の一般財源を捻出しております。詳細につきましては50ページに記載をしておりますので、ご報告ご覧おきお願いいたします。予算の全体像については以上でございます。引き続き財政課所管分の歳入歳出でございます。内容等につきましては、配布資料において説明を行っているもの以外は特に必要な事項のみとさせていただきます。まずは歳入でございます。予算書の15ページをご覧ください。地方揮発油贈与税から、森林環境贈与税まで4税目の、地方贈与税でございます。次に、16ページをご覧ください。一番下の法人事業税交付金でございます。次に17ページをご覧ください。地方、消費税交付金から、地方特別交付金までのでございます。18ページをご覧ください。地方交付税でございます。内訳は普通交付税が35億9500万円、特別交付税が7億7000万円でございます。次に31ページをご覧ください。財産貸付収入のうち土地建物貸付料、その下利子及び配当金のうち財政調整基金利子、減債基金利子、32ページに移りまして一番下の株式配当金収入でございます。次にその下土地売り払い収入でございます。最後に38ページをご覧ください。被災のうち臨時財政対策債でございます。次に歳出でございます。41ページをご覧ください。財政管理費でございます。基金利子積立金と財政事務にかかる事務費でございます。42ページをご覧ください。財産管理費でございます。主に公共施設マネージメント関連を含めた財産管理経費および福
祉、教育、総合プラザを含めた庁舎管理経費でございます。次に107ページをご覧ください。交際費のうち、元金でございます。過去に発行した市債の、元金償還でございます。その下、利子でございます。過去に、発行した市債の、利子償還および一時借入金にかかる利子でございます。最後にその下、予備費でございます。以上、私からの説明といたします。よろしくお願いをいたします。はい、ただいまご説明がございました。それでは質疑に入ります。まず、通告のあった事業について、質疑を行います。予算の概要につきまして、松本隆さんから、の関わる部分を一括してご質疑をお願いしたいと思います。はい、松本隆さん。はい、まずは一般会計予算規模でありますけれども、財政健全化の取り組みが開始されまして以降、110億円を超えない予算で進められてきましたが、令和5年度では116億7100万円になりました。その要因は公共施設の強寿命化等により、市債の方では建設地方債が増になったとのことでありましたが、計画的なものだったのかどうか、また次年度以降も同額あたりの予算規模で推移していくことにつきましては、先ほど今後の支出計画というこの資料で見れば分かりましたので、このあたりはよろしいです。それから2点目に、司祭関係の法令は司祭が8億1700万円と対前年1億7700万円の増となっています。その中で行財政運営指針で示されています建設使用債の発行総額に対しての年平均で5億5000万円のを超えてはいませんが、単年度では6億7400万円と5億5000万円を大きく超えております。今後の公共施設の超寿命化対策において必要な時の財源として建設地方債を充てることができるのか、また一方で市債をより以上に発行することで市民の借金である地方債残高が膨らむことになりますが、中長期的な運営計画に沿った建設地方債の配分になっているのかどうかお尋ねをいたします。それから3点目に義務的経費の関係では、歳出では人件費、扶助費、交際費の義務的経費が対前年度の構成比いずれも減になっており、努力されていることが見受けられますが、その要因につきお尋ねをいたします。それから最後、財政調整基金の関係では、令和元年度では7300万円の枯渇状態であった財政調整基金の積み立て金が、令和3年度で2億1200万円、そして4年度で3億3000万円を積み立てしまして、合計で5億4200万円まで高まっております。しかしながら、令和5年度の見込みが5万5000円の積み立てとなっております。その要因につきお尋ねします。また、財政調整基金は自然災害など不測の事態への備えであり、標準財政規模の 10% から 20% が望ましいとされておりますが、行財政運営指針の
収支目標も、まあ、7億円以上と見込んでいますが、今後の積み立てを行う上での見通しにつきお尋ねをいたします。以上お願いします。はい、辻村財政部次長。はい、では順次お答えをいたします。まず予算規模と合わせて、まあ、資材の関係でございます。予算規模の推移については、まあ、お分かりをいただいたということなので、まあ、主に資材の方でお答えをさせていただきますけれども、お触れいただきましたように、令和5年度の当初予算建設地方債が、6億7400万ということで増加をいたしております。で、昨年度の、予算委員会だったと思うんですけれども、令和4年度におきましては実施設計が、まあ、主であるというところもありまして、5.5 億という額からしますと、まあ、少し少なかったということもあります。まあ、その一方で令和5年度はいわゆる工事の部分が出てきたということで、まあ、増えてきたということで、まあ、私どもといたしましては、まあ、一定織り込み済みといいますか、まあ、計画的なというかいうふうに認識をいたしておりますし、これも議員お触れいただきましたけれども、令和3年から5年の間のキャップで申し上げますと、16億5千万のキャップに対しまして、現時点で15億3千万円ということでございますので、まあ、そういう意味でも計画的に予算の発行というか、コントロールはさせてもらっているというふうに認識をいたしております。まあ、今後におきましても、まあ、当然行財政運営指針に基づきまして、まあ、計画的な資材の発行に努めてまいりたいというふうに思っておりますし、まあ、必要な時の財源という意味で言いましたら、国府支出金等の、まあ、他の財源の確保もそうですし、まあ、個々事業の優先順位付けとか経費の精査とか、まあ、そういったこともしっかり行いながら、まあ、必要な部分については、まあ、過疎債あたりの、まあ、有利な財源を最大限確保していく、まあ、努力をしてまいりたいというふうに考えております。とそれから2点目の義務的経費でございます。これもお触れいただきましたように、まあ、人件費、扶助費、交際費、まあ、それぞれ、まあ、減っておるというふうにおっしゃっていただきました。で、まあ、そのお尋ねの中で構成費として、まあ、減っているということを、まあ、おっしゃっていただきました。まあ、これにつきましては単純な金額の減プラスというところで、構成費は、まあ、全体の予算規模に対する割合ということでございまして、令和5年度の予算におきましては投資的経費、これがだいぶ増えております。まあ、そういったことで相対的にこの人件費、扶助費、交際費の構成費が減っておるというのが一番大きい要因だというふうにご理解いただければというふうに思います。それから最後は財政調整基金の関係でございます。これもお触れをいただきましたけれども、行財政運営指針におきましては令和12年度の目標7億円以上といたしております。で、必ずしもその7億円あればということではなくて、これもお触れいただきましたが、やっぱり標準財政規模の 20% ぐらいがというような思いもございます。まあ、そうすると12億円ということになりますので、現在は5億4200万ですけれども、まだまだ計画的な増税は必要だというふうに認識をいたしております。で、そうした中で令和5年度の当初予算につきましては、そうは言いながら当初の想定よりはだいぶ早いスピードで財政調整基金の増税ができておるという実態もございますので、令和5年度の当初予算においては従来3000万という形で計画的な財政調整基金への積み立てを行っておりましたけれども、それを一旦急調させていただいて、これも大きな課題であります庁舎整備基金への積み立てにその3000万円を流用させていただいたというところでございます。で、今後につきましても、その庁舎整備基金の計画的な増税も、これも当然やっていかなければいけないというふうに思っておりますし、また財政調整基金についても、例えば特別交付税の超過配分がありましたら、それを積み立てをさせていただくとか、そういったことも引き続き行いながら、まずは7億円以上をしっかり増税をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。はい、松本隆さん。ご答弁いただきました。で、それで1点目の一般会計のこの予算規模につきましては、この一般企業の場合だと、まずはこの利益計画を立てまして、その中でもいくら売上が上がるのかという、この
収益の目標があって、まあ、そのためにいくらの費用がかかるのかを見積もっていきますが、まあ、一方でこの市自治体の方では住民福祉の向上を目標に、市民の生活を守り幸せな地域を建設していくためにどの行政サービスをするのかというこの事業の選択とどこまでするのかという事業の規模を決めてその中で支出額がを決定されます。その上でその財源収入をどのように確保するのかを検討されますの でこの継続事業はまあもちろんのこと新規事業も求められます。まあ、したがってこのすべての歳出予算にはその財源である歳入予算が同額対応していることがまあ求めてまいりますが、その司祭の方では財源の確保ができたからではなしに新年度のこの予算が均衡的なこの予算であると言えるのかどうかこのあたりのご答弁をお願いします。はい、辻村財政部次長。はい、今のお尋ねの中の、まあ、いわゆる、まあ、利益計画、まあ、売上という部分は、まあ、市でいうと、まあ、一般財源の部分かなというふうに思っております。まあ、市でいうと、まあ、標準財政規模というのが、まあ、それに当たってくるのかなと思いますけれども、まあ、それでいうと、まあ、大体60億弱ぐらいということでございます。で、まあ、今後その事業を展開していく上では、まあ、まずここを、まあ、増やしていく努力というのは当然いるだろうと思っておりますし、まあ、それについては内容としてはまず、まあ、市税とかふるさと納税ということになってこようかと思います。で、市税については、まあ、定住人口を増やしていくですとか民間資本の導入によっての税源関与を進めていくと、まあ、いうことが、まあ、必要だと思っておりますし、まあ、これを、まあ、東証さんの中で、まあ、しっかりやっていくということで、まあ、予算でもお願いしているところでございます。で、ふるさと納税についても今回予算としては、まあ、3億円として、まあ、増額をさせていただきました。まあ、これも体制を強化をしていく中でしっかり確保してまいりたいというふうに思っております。で、一方で市債の方なんですけれども、まあ、本来でしたら市債を発行せずとも、まあ、そういう一般財源の部分で対応ができれば、まあ、それは一番いいであろうというふうに思っておりますけれども、まあ、なかなか全てを一般財源でというのは現実難しいところもございますし、まあ、そもそも性質上その投資的経費というのは現世代だけではなくて、まあ、将来世代にもまあ一定のご負担をいただくというのがまあ制度の趣旨でございますので、まあ、どうしても必要なものについては最大限の財源の確保をした上で、まあ、必要なものについてはまあ一定記載の発行も致し方ないのかなというふうに思っておりますが、ただなんぼでもこう上限なく発行するということはまあやはりいかんというふうに思っておりますので、それはまあキャップという中でしっかり計画的にやっていきたいというふうに思っておりますし、その上でやはり有利な財源、過疎債ですとかそういったものを最大限活用しながら、その過疎債についてはまあ 70% の交付税バックということですので、その 70% 分がいわゆる交付税としてまあ一般財源の部分に増として反映されるということでもございますので、まあそういったことをしっかり今後とも取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。はい、よろしいですか。はい、はい、それでは関連してご質疑ある方は、挙手にてお願いします。はい、星野和彦さん。せっかくこういうお話聞いたんでちょっと2点ぐらいお伺いしたいんですけど、まずさっきご説明いただいたこの基金繰り入れのですね、まあ50ページも出ておりますけど内訳がですね、これこの令和4年度の部分でだいたい12億円、要するにその積み立てで7億7千、それから取り崩しで2億3500万と、まあ、かなり5億差が出て積み立てができますと。でさらに令和5年度見込みとしては2億8千万円の、積み立てができて取り崩しとして1億8千万、要するに1億円前年比より増えそうだというですね、まあ、徐々に改善の方向にはなってるなというのは見て取れます。でちょっと聞きたいのがですね、この要するに今回もですね右側になってきて、まあ、これ不確定要素がたくさんあるんでね、見込みであって確定の数字じゃないんでね、そこは要注意なんですけども、可能性としてですね基金の方が詰めるぐらいの財政的なゆとりが少し出てきたというふうに捉えてよろしいですか。
はい、辻村財政部次長。はい、今54ページの資料でご尋ねをいただきました。まず令和4年度の7億7千万の積み立てに対して取り崩しが2億3千万というこの7億7千万の積み立てにつきましては、まあ、一番大きいのがその令和3年度の決算によります決算剰余金の積み立てということで財政調整基金に3億円を積み立てができたと、まあ、これが一番大きい要因ということで、まあ、これはちょっと令和4年度5年度以降についてはなかなかこれは難しいのかなというふうに考えておりますので、ちょっとまあ令和4年度はそういう特殊要因があるのかなというふうに思っております。で一方で令和5年度の今回の予算で、まあ、積立金が2億8千万、取り崩しが1億8千万ということでございます。で、まあ、これについてはそのふるさと納税を3億円としたというところで、でまあ、一方その取り崩しはその3億円丸々ではなくて、まあ、2億円相当ぐらいで予算化をいたしております。まあ、それで維持できれば今後少しずつでも基金が増えていくということになります。ただこのふるさと納税の方につきましては、令和5年度から取り組みも強化してしっかりやっていくということにいたしておりますけれども、今議員もお触れいただきましたように、何分ちょっと不確定な要素もございますので、そのあたりはちょっとしっかり取り組みを行っていきながら、なんとかこれが実現できるように頑張ってまいりたいなというふうに考えております。以上です。はい、星野和彦さん。はい、ご答弁ありがとうございます。その後現時点のところというのも、余剰キャッシュが出てきたということでですね、今期の4年度の見込みですね、3月末時点の、そしたらちょっとまたさらに積み立てもできそうなぐらい、財政的な余裕というか、ゆとりは若干出てきたという捉え方でよろしいですね。はい、辻村財政部次長。そうですね、先ほど その令和3年度の決算による部分というのが非常に大きいんですけれども、今回3月の補正で例えば庁舎整備基金ですとか若者応援基金ですとか、こういった特定目的基金も新たに造成もさせていただきました。ただこれが今後とも同じように同じ額を積み立てていけるかという部分では非常に難しい部分はございますけれども、平成30年の当時の本当に非常に厳しい財政再生団体へという危惧があった頃からしますと、一定の改善は見えてきたのかなというふうには考えております。以上です。はい、はい、関連してご質疑ございませんか。はい、松浦富江さん。はい、今財源の関係で有利な財源という話で過疎債の話が出ましたけども、令和5年度は6億3500万が限度額という形になっておりますけれども、これは一体国の配分の限度額という形になるのか、ちょっとそこへの状況と今市との関係は過疎計画と過疎計画とございますけれども、配分市との範囲というのは一定市として過疎計画自体を一定幅広くしている部分はあると思いますけど、一定状況でいいのかどうかということと、その過疎の限度額の関係をちょっと教えてください。はい、辻村財政部次長。はい、今回当初予算に計上しております過疎債につきましては、基本的に今お触れいただきました、本市の過疎計画に計上している事業を予算として計上させていただいているというものでございます。で、具体的なその過疎債の配分につきましては、これはもう全国ベースで、同じような過疎団体いっぱいございますので、それを全国ベースで国の方を取りまとめて、最終的にも配分をしていただくということになります。で、近年で言いますと、ほぼ要望額に対して満額配分をいただいているというのが実態でございますけれども、今後とも満額の配分をいただけるように、市としても要望と努力をしてまいりたいなというふうに考えております。以上です。松浦富江さん。それから使途的なものは、これ当てるところは大体いっぱいいっぱいという形になっているんでしょうか。はい、辻村財政部次長。はい、令和5年度の当初予算で計上しています投資的事業のうち、内容として過疎債が使えるものにつきましては全額過疎債を計上させていただいております。はい、関連質疑、他にございませんか。
はい、内容ですので、次に、令和5年度の財政健全化について小野孝之さん。はい、令和元年度からの財政健全化に向けた取り組み、それから令和2年から5年度の新たな健全化の項目で、それぞれの令和5年度での財政削減目標額、財政効果目標額と、そのうちの経費の削減額および負担増の額について、請求資料に基づいて説明をお願いします。はい、辻村財政部次長。はい、お手元に、表題として財政健全化の取り組みにかかる現在の姿という資料、2枚ものの資料をお渡しをしているかと思います。これでご説明をさせていただきます。まず表の見方ですけれども、1ページ目の上の表が、平成30年度におけます41億の財政健全化の取り組みの計画でございます。これが5カ年、それで5年間の計という表にいたしております。からその下が、新たな健全化の取り組みということで、令和2年度から5年度までの見直し分を、一括して計上いたしております。で、一番下が第2期行財政運営指針の策定において、下方修正をしたと。これは一番上の平成30年度の健全化の取り組みから、引いたものというのが一番下に計上いたしておるものでございます。で、その最終的にトータルでまとめたものが2枚目の資料ということになります。で、ちょっと口頭で恐縮ですけれども、ちょっとお尋ねの件について数字を申し上げます。まず経費の削減額でございますけれども、この表で言いますと、一番上の1、市役所内部の改革、それから2、事務事業の改革、この合計額ということになります。で、この合計額といたしましては、約4億9900万円でございます。で、その内訳として、令和元年度のその財政健全化の取り組み分といたしまして、3億9300万円、令和2年度以降分につきましては1億600万円ということでございます。それから負担増の部分でございます。これについては、収入の改革のうち、1番の市税収入等の確保、それから2番の受益者負担の見直し、この合計額ということでございます。で、この合計が1億1100万円でございます。で、内訳といたしましては、令和元年度の取り組み分が1億700万円、令和2年度以降分が400万円ということでございます。以上です。はい、小野孝之さん。はい、今令和30年度の財政健全化の取り組みにかかる削減計画の中のこの経費の削減額なり、それから負担増の額について答弁いただいたんですけれども、はい、この新たな健全化の取り組みのところでの経費の削減額なり負担増の額について、はい、お願いしたいと思います。はい、辻村財政部次長。すみません、先ほどちょっとご答弁申し上げたつもりだったんですが、申し訳ございません。新たなというのは、令和2年度から令和5年度分までということになります。で、経費の削減額といたしましては1億600万円で、負担増といたしましては400万円でございます。はい、すみません。はい、小野孝之さん。はい、この真ん中の表の新たな健全化の取り組みの、この表の中で、あれですね、経費の削減額は 1億600万、はい、そして、負担増の額は400万という、はい、そういう答弁であったということですか。はい、あ、すみません、辻村財政部次長。はい、すみません、まさしくその通りで、1ページ目の中、真ん中の新たな健全化の取り組みというのが令和2年度から5年度分までの分でございます。で、1億600万と申し上げましたのが、一番の市役所内部の改革の合計3668万8000円から2番の事務事業の改革の合計の6969万円、この合計だということでございます。で、負担増の部分は収入の改革の440万円ということでございます。
はい、小野孝之さん。はい、この、 まあ、健全化計画というのはあくまでその緊急避難的な措置といいますか、そういう、まあ、一時的な措置だというふうに考えております。で、財政再建をしてですね、まあ、一定その、まあ、健全な財政運営が確保できたということであれば、その時には経費の削減とか、まあ、そういったことをですね、まあ、負担増もありますけれども、そういったことをその一定その元に戻すということが、まあ、やっぱり基本的には考えられるんじゃないかというふうに思いますけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。はい、辻村財政部次長。はい、先日 の、 松本議員の一般質問でも、まあ、市長からお答えをいたしておりますけれども、この財政健全化の取り組みについては、まあ、令和5年度が最終年度だということでございます。で、令和5年度中に、まあ、その取り組みの検証というか、それはさせていただかんなというふうに思っております。ただ、まあ、一方で、その取り組みを、まあ、継続しても、まあ、なお、まあ、いろいろ、まあ、税の減少ですとか、まあ、新たな財政需要への対応ですとか、まあ、そういったところで、まあ、継続してもなお50年間で16億円の財源不足があるということも行財政運営士の中で申し上げてきたところでございますので、まあ、一定、まあ、その継続していくというところも、まあ、いたしかたないのかなというふうにも思っておりますが、まあ、繰り返しになりますが、最終年度令和5年度で、まあ、一定の今までの検証は行ってまいりたいなというふうに考えております。以上です。はい、小野孝之さん。はい、例えばその令和5年度 の、 健全化項目の中に、まあ、交通安全対策事業費として、まあ、免許自主返納支援の廃止であるとか、それから、後期高齢者、会計の繰り出し金の関係で人間ドック補助率の見直しであるとか、まあ、こういったことが挙げられているんですけども、これまで受けていたそのサービスが、まあ、言うたら低下すると、削減するとそういう意味では市民サービスの低下削減ということになるというふうに私は考えますし、それから負担増といったことも、まあ、先ほど答弁ありましたように、まあ、いくばくかの額があるという中で、一定その市民 の、 負担によってですね、この現在 の、 その財政運営がされてきていると行われているといったそういう認識は終わりでしょうか。お伺いします。はい、辻村財政部次長。はい、まあまあ個別のその事業といいますか、まあ、見直しにつきましては、まあ、私も所管を直接してないということもありますので、ちょっと答弁を差し控えさせていただきますけれども、これもまあ従来から申し上げていますように、まあ、今後まあ人口減少がまあ進んでいく中で、まあ、持続可能な行財政運営を、まあ、行っていく上では、まあ、その時々で の、 行政サービスの見直しというのは、まあ、当然やっていく必要があろうかというふうに思っておりますし、また今回東証さんでも、まあ、選ばれる町ということで、まあ、特に、まあ、若者の定住に向けた取り組みというのも、まあ、しっかり強化をしていく必要があろうかというふうに思っております。で、まあ、その中ではやっぱり、確固たるしっかりした財源の裏付けも当然必要だということでございますので、まあ、今後ともその財政運用を、まあ、行っていく上ではそういう行政サービスの 適時の見直しでありますとか、まあ、そういったことはやっぱり必要であろうなというふうに考えております。以上です。よろしいですか。はい、はい、関連してご質疑ございませんか。はい、内容ですので、次に、住宅建設促進に向けた私有土地の有効活用について松浦富吉さん。住宅促進に向けた私有地の有効活用ということでですね、不動産価格を令和4年度の不動産価格下において、土地単価 の、 この公募の最低制限価格等
見直しをするということなんでありますけれども、その中で今まで の不動産価格評定の土地価格 の評価額は 何年のものを使ってこういった単価にされておられたのか、その点についてお伺いします。はい、長澤担当課長。事業等説明資料の6ページをご覧ください。その中 の事業概要の参考のところに書かせていただいております、引き下げ後の、最低売却価格見込み額がございます。これが、5つの項鑑定評価に基づくものでこうなってきたかというお尋ねだと思いますので、そのご回答ということでさせていただきます。まずこの引き下げ後の、不動産引き下げ後の最低売却価格の、見込み額ですけれども、こちらの方は令和4年度の不動産評価額ということでございます。でこの不動産評価額につきましては、各この物件の公募を開始した時期当時に不動産鑑定評価を行いました。その評価額を参考に設定したその当時の最低売却価格を元にしておりまして、その後、固定資産税路線価の変動を考慮した上で、毎年算定してきておるものでございます。従いまして、令和5年度来年度にこの公募を行います際に、それぞれの物件に関して改めてまた路線価の変動を考慮しましてしますことになりますので、今回お示ししております、ここに記載しておりますが、額からは若干変動する可能性があるというものでございます。以上でございます。はい、松浦智恵さん。価格ご説明であれば、毎年これは変動しておるというものを、これあえてこう今回表に出されたというのはちょっと意味が、ご説明いただけますか。はい、長澤担当課長。これまで毎年変動はしてきておるんですけれども、これまで毎年の固定資産税路線価の変動見合いを反映したもので見直してきておりました。で今回それ、今回その引き下げを行いますものは、この固定資産税路線価の 変動ではなくてですね、このここに事業概要にように書いておりますこの A と E の区分に分けまして、A の区分でしたら土地の評価額の2分の1を引き下げる、で E につきましては土地評価額の5分の1を引き下げるというものを新たにこうこの住宅建設促進の目的で引き下げるということでご提案させていただいておりまして、それを反映したものがこの引き下げ後の額になるということで、ここを参考に書かせていただいておるということでございます。はい、松浦智恵さん。でこの引き下げの割合は算定ですよね。それはどのようにされたんでしょうか。はい、長澤担当課長。この引き下げ の2分の1なり5分の1ということですけれども、まず E の方につきましては、土地評価額の5分の1というこの率ということでございますが、国の方の国有財産の評価基準というものがございまして、そちらの方で需給の状況を考慮して、鑑定評価額の 20% の範囲内で、修正することができるというものがございまして、それに順次て扱いとしまして、3年が経過して売却が進んでいないということで、その市場性を考慮しまして、この 20% を、5分の1を引き下げるというものでございます。で、A の方の区分につきましては、それをさらに上回る引き下げの率ということになるんですけれども、こちらの方は市 の政策的な目的を達成するために、2分の1、土地代金の2分の1を減額するということで、こちらの方はこの、地方自治法で言います適正な価格、時価を
よりもまあ低い額で売却をしたいというものですので、ここであのお示しさせていただいた額でまあ公募しまして、手が上がりまして売却が可能となりましたら一旦仮契約をしまして、改めて議会の方でに提案いたしまして、ご決意いただいた上で本契約にさせていただきたいと思っておるというところでございます。以上でございます。はい、結構です。はい、よろしいですか。はい、はい、はい、次に、財産管理事業について松浦富吉さん。これは、いわし福祉教育総合プラザに関わる経費の関係でありますけれども、これまあ1000万近く増額という形になっております。これは物価高騰だけの話なのか、ちょっとその内容についてお伺いしておきたいと思います。はい、辻村財政部次長。はい、増額の要因でございます。一つにはその、まあ、物価高騰、いわゆる電気代の高騰の部分が一つございます。それがまあ140万円ぐらいということでございます。でもう一つが、まあ、佐藤さんとのまあ共用部分 の、まあ、これは計画修繕の部分ですけれども、これはまあ佐藤さんからの通知というか、に基づきまして、今回、宮津市の負担部分を計上させていただいているということで、例えばまあ駐車場のまあ区画線部分の改修ですとか、まあ、自動ドアの修繕ですとか、それからエレベーターの部分改修ですとか、まあ、そういったものが令和5年度で少したくさん出てきておるということで、まあ、その部分が850万ほど増えておると。いうのが増加の要因ということでございます。はい、よろしいですか。はい、関連質疑のある方は挙手にてお願いいたします。他に、その他、所管の予算について、全体的にご質疑ございませんか。はい、内容ですので、財政課所管分の質疑を終了いたします。次に議第1号企画課所管分を議題といたします。まず、課所管の一般会計予算についてご説明願います。はい、土井企画財政部長。はい、令和5年度当初予算一般会計にかかる企画課分の、所管別質疑の説明にちょっと先立ちまして、ちょっと配布しております、参考資料について一部数値の記載漏れがありましたので修正をお願いしたいと思います。申し訳ございません。右上、資料1、令和5年度当初予算、案の概要の8ページ目でございますの、4段目、すみません、3段目ですね。毎夜記念クロスワークセンター宮津を拠点とした関係人口の創出の令和4年度当初予算額のが、の額が空白となっておりました。申し訳ございませんが、2350万円、23500を追記願います。誠に申し訳ございませんでした。はい、すいません。皆さんいいですか。主要事業の概要の一覧の方です、はい、の8ページの8ページのですね、上から3番目、いや空白になってたんで、はい、よろしいですか。丸1ですね。いや、令和4年前年度予算額は ちょっと待ってくださいね、はい、ご静粛にお願いします。はいはい、8ページの、丸1のところですね、そこの、3つ目の項目、舞尾記念クロスワークセンター宮津を拠点にした関係人口創出の令和4年度当初予算額のところが空白になってますので、ここに2350万23500を、追記してください。はい、それでは、引き続いて土井企画財政部長お願いします。はい、申し訳ございませんでした。そうしましたら、企画所管事業につきまして、予算の、事項別、明細書を基づきまして特に必要な事項につきまして、ご説明を申し上げます。41ページをご覧ください。広報費でございます。1事業、469万、3000円を計上しており、広報誌宮津、
ホームページ、SNS 等による、広報活動にかかる予算でございます。次に、43ページを、ご覧ください。45ページまでの、企画費でございます。9,894万9,000のうち、SDGs 推進事業と男女共同参画推進事業以外の8事業、9707万円が企画化分でございます。マイオ記念クロスワークセンター宮津を拠点とした関係人口の創出と移住や住まいの確保の支援、未来を担う 人材応援奨学金、対臨海エリアのにぎわいづくり、市内高校大学地域との連携推進、エリア連携構想推進に向けた取り組みなどにかかる予算でございます。次に45ページから46ページまでの交通対策費でございます。3億2470万6000円のうち、交通安全対策事業以外の7事業3億2423万2000円が企画化分でございます。宮津市地域公共交通計画に基づく先進モビリティサービスの検討、公共交通の利用促進、各ターミナルセンターの管理や宮津ターミナルセンターの長寿命床と待合室の改修、 KTR 施設の維持管理整備や路線バスの運行維持への支援、公共交通空白地有償運送への支援などにかかる予算でございます。次に47ページをご覧ください。49ページまでの諸費でございます。4億7117万3000円のうち、まちづくり応援事業、ふるさと納税事業と地域振興基金、伊方地区振興基金、まちづくり基金、過疎地域自立促進、特別事業基金、まち人仕事創生基金、子ども若者未来応援基金への積立金8事業、3億282万1000円が、企画化分でございます。地域会議への活動支援、ふるさと宮津応援寄付の返礼品等の経費にと寄付等に基づく該当基金への積み立てにかかる予算でございます。次に101ページをご覧ください。社会教育総務費の文化芸術活動活性化事業、398万1000円が企画化分でございます。文化庁の京都移転を記念した事業や文化芸術等活動への支援などにかかる予算でございます。最後に105ページをご覧ください。保健体育総務費でございます。2420万8000円のうち、スポーツ振興事業、ジュニアスポーツ育成チャレンジ事業の2事業866万5000円が企画化分でございます。第3期宮津市スポーツ推進計画に基づくスポーツ推進活動、全国規模の大会等の開催やジュニアスポーツの育成に向けた支援、京都産業 FC ホームタウン活動などにかかる予算でございます。以上、私からの説明といたします。よろしくお願いを申し上げます。はい、それでは質疑に入ります。まず通告のあった事業について質疑を行います。関係人口魅力移住創出事業について横川秀也さん。はい、失礼します。事業番号1番です。財源のところについてお伺いいたします。通告でも申し上げておりますように、財源のところにあります、繰り入れ金ですね、子ども若者未来応援基金の方なんですけども、この度、創設される基金なんですけども、これが1210万円当ててある、この財源にかかる疑義です。
この基金自体、未来を担う人材応援奨学金基金と育英資金貸付基金の廃止に伴う、まあ、新しい創設基金になりますけども、これ、まあ、あくまで子ども若者未来応援という、まあ、いうふうに受け取っておりましたので、この事業内容の方から見て、このこれを当て込むというのが、まあ、適正なのかどうか、まあ、この事業のどこの部分にこれが当たる理由があるのかという整合性を教えていただきたいんですけど。はい、早川企画課長。はい、新しい基金の、充当という考え方ということだと思います。横川委員の方の、基金の条例自体の質疑の時に、本会議質疑の時にも、同意部長の方から少しお答え申し上げましたが、令和3年度の方からご存知のように第7次宮津総合計画スタートしております。でその中で施策分野がいろいろございますが、子育て支援、学校教育、移住定住促進、関係人口創出拡大、市民共同、地域コミュニティ、男女共同参画、女性活躍、この7つの施策分野から、まあ、重点的な事業をピックアップさせていただいて、若者が住みたい街づくりプロジェクトというものを進めてございます。そうした中で9月議会の、一般質問等でも市長もお答えさせていただきましたが、さらにその若者が住みたい街づくりプロジェクトをさらにこう強化していきたいということで、人口減少時代において選ばれる街づくりを目指すということで、基金の名前ということもございますが、これも繰り返しになりますが、子どもや若者の輝く未来をしっかりと応援していきたいという思いも込めまして、子ども若者未来応援基金としたものでございます。で、そうした中で、令和5年度の投資予算の充当ということになりますけれども、まずは基本的な考え方としまして、若者世代をターゲットにした選ばれる街づくりに向けた新たなチャレンジを中心に、今後も含めてですけど、効果が上がっていく施策に充当していきたいというふうな考え方で、繰り入れの方をさせていただいております。で、具体的にはですね、今回、令和5年度当初予算で、大きく8つの事業、新規充実事業を中心に、8つの事業に基金を充当しているというところでございます。いずれも未来を担う人材応援奨学金事業につきましては3年目ということで、個別の事業と説明資料はもしないですけれども、それ以外の7つの事業はいずれも新規充実させる事業ということで、それに基金を繰り入れて予算をお願いしているということで、地域子育て支援事業、子ども子育て支援推進事業、定住空き家対策推進事業、宮津の新たな学び創造事業、高校大学地域連携推進事業、男女共同参画推進事業、未来を担う人材応援奨学金事業、そして関係人口魅力創出、魅力移住創出事業ということになってございます。で、この今お尋ねの資料ナンバー1番の関係人口魅力創出事業でございますが、具体的に資料1ページの黒い四角が事業概要のところによ3つあると思いますが、それの1つ目の都市部への情報発信の強化、関係人口創出に向けた情報発信の750万円、そして3つ目の資格になります、移住コンシェルジュの設置、関係人口を移住につなげる仕組みの創出、この750万、合わせた1500万に対しまして、議員、おっしゃいました、1210万円の基金を繰り入れているということでございます。まず全体の基本的な考え方と、また後ほどいろいろこの件、通告がございますので、詳しくはまた後ほど申し上げることになると思いますが、連携協定も結んでおります、関係人口の創出拠点の指定管理者であります、ファウンディングベース、この方、今2人、若い方が移住した格好、移住した上で事業展開されております。そこに新たに2人加えまして、4人体制ということで、そこの体制を強化した上で、まあ、これまで空き家バンクを中心に移住定住を我々やっておって、決算の時にもその件数等を確認いただいておったところですけれども、やっぱ人が人を呼ぶといいますか、そういう若い人の感性なり、発信力等も含めまして、しっかり新しい移住者を呼び込みたいという思いで充実した事業ということで、若者世帯に刺さるような情報発信、それにより宮津に興味を持った若者に、
移住定住へつなげるようなコンシェルジュサービスも含めた取り組みというところで、原則的な基本的な考え方、そして具体の事業も踏まえまして、1210万円を繰り入れさせていただいているところでございます。以上でございます。よろしいですか。はい。それでは次に生瀬康則さん。はい。はい、このファン作り、宮津のファン作りとして、情報発信でファンを作っていこうということなんですけど、これが、効果が本当に効果があるのかということですね。情報発信でファンが作れるのかということが1点で、あとまた情報発信して、ファンを作って、観光人口創出、移住につながる仕組みというのは考え方は分かるんですけど、情報発信がうまくいかなく、ファン作りに失敗した場合は、この流れがあまり意味がないと思いますので、予算編成としてもっとこの上流の方を分厚くするべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。で、最後にその情報発信の時期ですね。これが公安だったらまたその下の流れが予算があまり意味がないと思うので、この情報発信の時期ですをこの3点お尋ねします。はい、大塚係長。はい、3点、ご質問いただきました。1点目の効果的という面ですけれども、宮津ファン作りの入り口として、情報発信を今回実施するものです。で、その入り口を広げて、関係人口創出から移住につなげていく取り組みとの連続性により効果的になるものと考えております。で、2点目の条理の方を分厚くするべきではないかという点ですけれども、情報発信、それから関係人口の創出や、きめ細かな移住コンシェルジュによるサポート、すべての歯車が一体的に回ることによって、この事業が生きてくるものと考えております。令和5年度は、すでに多くの接点を持てているふるさと納税の機会や、SNS も活用して、情報発信の強化を図っていくこととしております。それから3点目の情報発信の実施時期についてです。情報発信のみならず、関係人口の創出事業、移住コンシェルジュの設置につきまして、新年度のなるべく早い段階から事業展開することと考えております。以上です。はい、生瀬康則さん。あ、はい、分かりました。あと1点、この移住のファン作りとが、情報発信でうまくいったとして、そこからこのクロスワークセンターの宮津のつながりがですね、ちょっといまいち感じられないというか、この辺少しご説明いただけますか。はい、早川企画課長。はい、先ほどの部分の少し補足も含めて申し上げます。多分委員の方はまずその情報発信が効果的で、それがこちらの拠点につながっていくというところがポイントじゃないかという意味でお尋ねだと思います。で、まずその情報発信の背景を少し先ほどの答弁に加えて申し上げますと、シティプロモーション、これまで事業、先ほど少し部長の訂正のお願いしましたが、一覧表の8ページのところに1番ということで3つの流れで書いておりまして、今回の3つの事業をまず1つの事業に統合して充実しようということで、一番上の750万円はシティプロモーション事業と申してたもので、これまで令和2年10月からコンテンツの作成ということで、都合126本のノートという媒体を使ってますけど、コンテンツで宮津の文化とか暮らし、グルメとか歴史とか、そういう部分のコンテンツを作り上げてきました。で、それをリニューアルしましたホームページで発信していくということで、総合計画の令和7年の目標では10万 PV ということでございますが、9月の、議会の時にも確認いただきました令和3年度が 12.2 万 PV と、で、令和4年度はこの2月末までですけど、21.9 万 PV ということで、やはりコンテンツを作ることで発信ということでリンクして、まず見ていただくというか、キャッチいただくという状況にはなっておるという背景があるのかなと思っております。それと、ふるさと納税を通じてという部分で今回書かせていただいてます。すでにもう寄付者の方が7000人を超えるというオーダーでいらっしゃいますので、リピート率というご質問も9月でいただいておりますけど、7000人の方にふるさと納税の機会を通じてこうタッチができるという部分ございますので、そのあたりを捉えまして、今後はそのこれまで作ってきました土台となったコンテンツをさらに増やしていくと
というところで、より事業シートにも書いておりますが、当然特産品とかふるさと納税の事業者だけでなく人の暮らしとかそういう部分 の、 メニューコンテンツメニューを増やしまして発信を強化していきたいということで、よりまずその情報自体に宮津に住むこととの近い近親感といいますか、そういうものを持たせていきたいというふうに思っております。でさらに今年度令和4年度からファウンディングベースの方に移住関係クロスワークセンターの方関係人口創出事業を指定管理者しておるところですが、いろいろな観点で移住ツアーでございますとか若い人を巻き込んだ部分でそういう部分の具体的な動きも出ておりますので、まずは情報をしっかり掴んでいただいて、まずそういう気軽な形で宮津に来ていただく、そこからさらに個別のコンシェルジュのサービスでしっかり一人一人を捉えて定着移住につなげられればという思いな流れになればというふうな形で考えておりますので、まずはちょっとご懸念されてたその情報発信の部分が一定ベースができておりますので、予算の配分の方は過去に予算を先に重点配分させていただいてコンテンツを作って、今回その移住コンシェルジュとかそのつながる部分を予算を充実させていただいているというふうな形で ご理解いただければなと思っておる次第でございます。以上です。よろしいですか。それでは次に川原末彦さん、はい、同じく前尾記念クロスワークセンター宮津の運営についてお伺いをします。予算が、1400万円と計上されていますけれども、まずその内訳について教えていただきたい。それから2番目に、まだ令和4年度終わってませんけれども、4年度中のですね、都市と地域の交流の場作りです、それの実績がどの程度になっているのか、またそこへですね、地域の事業者が、どのように参加しているか、参加状況およびその宮津の市民地域の 人のですね、反響といったものをちょっと教えていただきたいと。また関わりしろの掘り起こしの実績ということで、昨年度 の予算の中ではあったと思うんですけれども、この関わりしろの掘り起こしの実績、それと今後のですね、計画についてお伺いをいたします。はい、矢野係長。はい、ただいま議員より、クロスワークセンターの運営の内訳と、それから、クロスワークセンターの、取り組み状況実績についての、お尋ねをいただきました。まず1点目の運営費1400万円の内訳でございますけれども、クロスワークセンターの施設管理費1199万8000円から、利用料金収入等の570万4000円を差し引いた629万4000円と、それからワーケーションツアーやさまざまな交流イベントの実施など、関係人口の創出にかかる事業費でございます770万6000円の、合計1400万円を指定管理料といたしまして、クロスワークセンターの指定管理者であります株式会社ファウンディングベースへ支払うこととしております。次に2点目と3点目のお尋ねについてでございます。クロスワークセンターの取り組み実績として合わせてお答えをさせていただきます。クロスワークセンターの設置目的でもございます、都市と地域の交流の場の創出には、まずは地域の方々に多く来ていただく施設として、定着していくことが必要なことで、ありますことから、さまざまな共通点を持った人たちが集まって語り合い、つながるトークイベントですとか、社会人同士の新たな刺激や発見のあるスキル講座、異業種交流会ですとか、あるいは、ストレッチですとか読書会、英会話など、まずは気軽に施設に来てもらうための朝活イベントといった、日常の中で、仕事でもプライベートでもない、第三の場で、趣味や学びを楽しんだり、地域に新たな仲間を作ったり、やりたいことに挑戦してみる、ソフト事業というものを、定期的に開催してまいりました。
そういった中で、つながった地域事業者さんとのコラボ企画なども、生まれてございます、また出身者の方ですとか、U ターンの方が活躍する、企画なども、開催してきておりまして、着実にクロスワークセンターという場およびそこにいるスタッフと地域事業者プレイヤーのつながりというものができてきております。そうしました中で、自身も移住者でございます、クロスワークセンターのスタッフが実際のそのつながりの中で、感じた宮津のその魅力ですとか、あと課題といった関わりしろの部分、ここに、地域の地域外の人を巻き込んで、地域固有の体験をしてもらうことでその宮津のファンっていうところにつなげていく、まちづくりローカルツアーですとか、移住体験ツアーなども、地域の事業者の方と一緒になって行ってきております。そうした中で、地域外から参加した人にも、受け入れ側となった地域側の、事業者にも、非常に良い評価をいただいているところでございます。以上です。はい、川原誠彦さん。非常に多くの方が来ているということは市民の方からも聞いて伺っています。でその中でその、非常にこう考えてみると若い人、どこの人かなという人が非常に目立つと。ということはですね、その若い人の中に宮津の在住の市民ですね、そういう方がどれだけ関わっているのか、そしてまたその事業者もですね、どれだけ関わっているのかと。ここが一番大勢来ているけども、よその人が結構多いんじゃないかという、市民には全く関係ないところでやられてるねということに思われないような、だからその、それするにはやっぱりどれだけ宮津の地域の住民が参加しているか、ここが一番大切だと思うので、その辺のその住民、地域住民のですね、今の答弁ではちょっと中で地域住民の受け止め方、特に若い人の受け止め方、これはどう把握されているか、ちょっと大きいです。はい、早川企画課長。今の点につきましては、今回条例改正の条例をお願いしてます本会議質疑等でも少し申し上げましたが、先ほど矢野係長も申し上げましたように、これまで、10ヶ月で3500人程度の方が利用されていると、コワーキングもイベントも含めてということでございますが、で通常のコワーキングで1600名ほどで、あと残りイベントということでございます。でまずコワーキングの方自体、リピート率が大体 80% を超えるというようなことも申し上げました。そして議員がお尋ね点になると思いますが、エリアの比率ということで、市内の方が 85%、 市外の方が 15% ということで、先ほど申し上げましたように地域内の利用者が増えとるということがございます。ですので我々としてはもともと都市部の皆さんがたくさん、コロナの部分もありまして来ていただくというところも含めて、国のテレワーク交付金を活用して施設改修をしたわけですけれども、やっぱり先ほども矢野係長申し上げましたように、地域の方が一緒になってこう議員おっしゃるように交流するというところが一番のポイントだと思ってますので、まずは初年度指定管理者の方も地域の方に施設をより知っていただく、そしてまず使っていただく、そして重ねて何回も使っていただけるようにというような部分で、いろいろなイベントなり取り組みを含めてやっておるということでございまして、比率の方でも市内の方が多いということで、若いこれまでなかなかそういうの我々もいろいろイベント等やってますけど、そういうところに登場してないといいますか、なかった若い宮津にいらっしゃる若い方も来ていただいているんじゃないかなというふうにも思ってございますので、そういうところを大事にしながら、また多世代の部分でいろんなことも考えておりますので、まずはその市民の皆さんに使っていただいて、都市部の方と交流できるところを交流して、それがいい化学反応といいますか、施設設置の時も申し上げてましたようになるというふうに考えておりますので、初年度の今の状況としてはまず行っていいスタートが切れているのではないかとこちらとしても思っておりますので、より具体的な内容で、若い人、地域にいらっしゃる若い人もこうやっていろんなところに出てきていただいて、これまでこう活躍いただいてた世代の方と交流していくことも地域内での活性化にもつながると思ってますので、その視点は大事だと思ってますので、そこも大切にしながらこれ引き続き指定管理者と一緒に取り組んでまいりたいと思ってます。
川原誠彦さん、はい、少しまあ安心しました。若い人のですね、が参加なんか多いと、地元のこういう地元の若い人を中心にしながらのイベントというのは、新たなイベントというのは、それはもし取り組まれていることがあったら紹介していただきたい。はい、矢野係長。はい、そうですね、先ほどの、答弁の中でも申し上げました通り、まちづくりローカルツアーですとか移住体験ツアー、まあ、こちらの方には、地元の高校生なんかも、実際に参加しておるですとか、あるいは、まあ、地域の地域おこし元地域おこし協力隊ですとか、実際若くして起業している人材なども、参加して外の方と、交わるということも、行っておりますし、それから先ほど申し上げました、朝活イベントなんかも比較的その緩やかに楽しめる部分っていうコンテンツを用意しておりますので、比較的若い方に、多く参加していただいている状況でございます。はい、嬉しいですか。次に、松本隆さん。1点だけですけども、宮津未来デザインセンターの外部人材活用事業の支援では、昨年副業フェローを60名の応募者の中から13名選出をされていますが、今年度においてもさらに副業フェローを増やし事業支援をしていこうとするものなのかどうかお尋ねします。はい、矢野係長。はい、ただいま議員より、副業フェローの関係でお尋ねをいただきました。この副業フェローの取り組みについてですけれども、まず地域の課題に取り組む、都市部からの人の流れを生み出す事業ということでやってございます。令和4年度につきましては、データマーケティングに基づく観光地域づくりプロジェクトの推進と、次世代地場産業創出のイノベーションハブになるプラットフォームづくりの推進という、2つのプロジェクトテーマについて募集をかけました。それぞれのテーマに興味を持たれた方ですとか、精通されました方、60名から応募がございました。その中で13名選出いたしましたけれども、1名辞退がございまして、結果として、12名の副業フェローの皆様に、それぞれのテーマごとにチームを組んで、課題研究事業提案などに取り組んでいただいたものでございます。令和5年度につきましては、観光 DX による観光サービスの向上をテーマにいたしまして、新たに募集をかけまして、新たにそのテーマに合った副業フェローの方々を選定するものでございます。以上です。はい、よろしいですか。はい、次に星野和彦さん。はい、私は移住コンシェルジュの設置とですね、関係人口を移住につなげる仕組みの創出750万円ということで、先ほど、ご答弁されてたんで、もう一度確認をしたいんですけど、コンシェルジュの人数と私、人件相当費なのかという質問をしようと思って、これが今、2人いらっしゃるのは4名体制を取られるというところで、人件費の分が増えるという、まず理解でよろしいですね。はい、矢野係長。はい、今議員お触れの通り、人件費の部分と、それからその移住コンシェルジュ実際に業務を行っていただきます、オペレーションですね、事業実施のオペレーションマネジメントの、事業経費という部分も足してという事業になります。コンシェルジュ1名配置する費用といたしまして480万円、それから先ほど申し上げましたオペレーションマネジメントの、事業経費として270万円の計750万円というものになってございます。以上です。星野和彦さん。その上で次の質問したかったのが、その全国でこうコンシェルジュというのをどんどん移住コンシェルジュを置いてるんですね。で、多くのやつですね、地方の場合を見ると地元の人間が大体なるんですよ。で、ここでっていうのは彼らに来てもらってるんで、東京なりのか、宮津でない方がやられるかと思うんですね。その趣旨というのはやっぱ目的があると思うんですよ。先ほどちょっと関係してるのかなって答弁聞いてたら、要するに都会の感覚の人とかを引きつけようという狙いでやられるのか、
ただそうなるといい部分もあるんですが、地元の説明をちゃんとできるのかなっていう、その辺をどう捉えてらっしゃるかお伺いします。はい、早川企画課長。はい、まず少し先ほどの私の答弁少し足りなかったのかなと思っているので、補足も含めて申し上げますけれども、まずファウンディングベースと包括連携協定を結んで今回さらにこう充実していく動きに当たった経過としては、やっぱりまず関係、先ほど河原委員のご質疑でもお答えしましたですけど、2人の今の指定管理者のスタッフの方が若いですけれど、若い方が、若い2人の方が宮津に移住して自分が暮らしながら、それで地域の方と一緒に関わっていろいろな関係人口創出の事業をされているというところがポイントだと思っておりますし、以前委員の方からもこのファウンディングベースさんが他の場所で、他の先進地といいますか、先に取り組んだ場所で同じような形で町づくりをやっておられるということでございますので、いうこともおっしゃっていただきましたが、やっぱりその実際自分で暮らしながらやっておられて感じられたことを地域の方と一緒にやるという関係人口創出の今の事業がベースにあってこその移住コンシェルジュの窓口サービスの設置だと思っております。なので新たに委託型の地域おこし協力隊制度という部分を活用されておられますので、その形でお願いをしまして、新たに2人を4名体制になるということですが、その2人の方も同じく若い方が移住されて来られて4人になるということでございますので、そこに我々委託ですけども完全にお任せするということじゃなくて、企画課の定住地域振興係の移住担当、定住担当のスタッフも一緒になって取り組んでいくというところで、ご懸念のところがないようにしていきたいと思っておりますし、これまで我々会計年度任用職員等でやって、我々の係等でやっておりましたですけど、どうしても土日の対応が薄かったという部分もありますので、4名体制ということを組んでいただくことによって土日の対応もできるということなので、これもいうことでございます。ですので、それと発信力も強化するということでございますので、これまで我々の取り組んでいる移住 の対象の方はどうしても関西圏というか近畿圏が多くございましたので、もう少し遠いエリアも含めてこちらにまず先ほどじゃないですけど情報発信でしっかり知っていただいて、そしてきっかけを持ってこちらに来ていただけることになればと思っておりますので、おっしゃっている点はその通りだと思っておりますので、そういうことがないようにチームという格好で進めていければなと思っております。以上です。はい、星野和彦さん。はい、ありがとうございます。戦略と戦術をしっかり持たれて、他のエリアとも差別化ができているいいやり方だなというふうに私は捉えております。あとはいかんせんね、地元のことわからないことが多いんで、バックアップの方をやっぱり市側の方でしていかないと、せっかくのですね戦略と戦術が壊れない。課長のおっしゃる通り連携でということで進めていただきたいというふうに思っております。ありがとうございます。はい、次に久保博さん。はい、都市部等への情報発信力の強化、関係人口創出に向けた情報発信のうちの750万なんですけど、先ほどの育成さんの質問ともちょっと若干、関連するというか関連する部分があるんですけど、この750万のですね、具体的なその内訳的なものですね、おそらくその業者委託という格好なんだろうと思うんですけど、その750がどれぐらいな格好の方で使われているのかということと、それから2点目が、これも先日来 の質疑 と、でもあったかと思うんですけど、昨年の5月、クロスワークセンター開設されまして以降の、利用実績的なもの、相当な数があったというふうに確か聞いてるんですけど、ちょっと確認というか繰り返しになって申し訳ない部分があるかと分かる、かも分かりませんが、その辺もう一度お教えていただきたいというのと、あと、これらのこれ関連してですね、定住につながった例が出てきているのか、そのあたり教えていただければと思います。そうですね、だいぶ取る部分があるのはあるので、もう少し、詳しくというか聞
かせていただける部分がありましたらお願いいたします。はい、はい、早川企画課長。はい、先に申し上げた部分を除きまして、情報発信の具体的内容750万円 の使途ということをお答えいたします。委託型地域おこし協力隊制度を活用した新たな取り組みということで、スタッフにかかる1名分の人件費が480万円、SNS による宮津暮らし等の情報発信に50万円、宮津の特産や事業者の取材からご情報発信に加えて、先ほど申し上げましたふるさと納税などを通じた部分でのタッチしていく部分に200万円、そしてその他事務費は20万円の計750万円となっております。また利用者の部分に関しましては、先にも申し上げましたように合わせて3500人を超える方にご利用今年度はご利用いただいているところでございます。クロスワークセンターの方でございます。さらに先ほどもありましたようにワーケーションツアーに参加された方が、来年宮津に移住に向けて動いておられるというような動きも伺っておりますので、そのあたりを大切にしながら令和5年度の充実した事業をしっかりとして進めていきたいと思っております。以上です。はい、よろしいですか。はい、で次に松浦富吉さん。はい、同じところですけどかなり質問が出ましたのでちょっと1点確認といいますか、ちょっと教えてください。このクロスワークセンターで今度、お二人増えるということなんですけど、そのお一人は今あった関係人口の関係のお一人とこのコンシェルジュのお一人分の人件費で2名増えるという形でよろしいんでしょうか。はい、早川企画課長。はい、おっしゃる通り令和4年度からの予算指定管理の中で2人のスタッフにお世話になっております。それに加えまして先ほどの情報発信強化の部分の750万のうち数の中の1人、そして、すみません、それとコンシェルジュサービスのところの、部分の、うち数の1人ということの計4人という格好になります。以上です。はい、次に、安田由美さん。宮津未来デザインセンターの外部人材活用事業の支援ということで、都市部人材を副業フェローとして受け入れ関係人口につなげるとありますが、関係人口を作るという観点で令和4年度の具体的な実績や5年度の目標をお伺いいたします。はい、矢野係長。はい、ただいま、議員に、お尋ねいただきました副業フェローの関係でございます。まず令和4年度 その関係人口を作るという観点での、実績、それから令和5年度の目標というところでございますけれども、先ほど、松本委員の お答えでも触れました通り、令和4年につきましては2つのテーマに、60名の応募がございまして、そのうち12名のフェローの皆様に地域事業者との関わりですとか地域課題への取り組みをしていただいたところでございます。令和5年度につきましては先ほど申し上げました通り観光 DX による観光サービスの向上の1テーマにつきまして6名程度のフェローを選定する予定としております。以上でございます。ありがとうございます。はい、ちょっと待ってください。そういう意味ですか。そのこうフェローを地域課題を解決したところの実績を答えてもらうという意味ではないんですか。あ、そうです。はい、すみません、お願いいたします。どういったところがこう地域課題が解決につながったかっていう内容の部分を。はい、中村担当課長。はい、先ほどテーマを2つ設定をして、取り組みをさせていただきました。で、その中で観光部門においては ごめんなさい、産業の部分に入るかも分かりませんけれども、観光部分については、ツアー、ワーケーションツアーのコースができたりとか、もしくはもう一つプラットフォーム作りにつきましては、新たな地域の資源を使った、そういった掛け合わせの提案があったりとか、そういったような具体的な提案がございました。ただ関係人口の視点で申し上げますと、その取り組みの中で、
その地域 の若手のスタートアップ間もない企業の皆さんにもお声かけをさせていただきまして、副業フェローと共に何か物事を考えるとか宮津のことを、ご説明いただくとかそういった取り組みをちょっと加えました。で、結果その副業フェローの取り組みとはちょっとずれるんですけれども、そのスタートアップをされている若い方々とつながりを持っていただいて、この取り組み副業フェローの取り組みが終わった後もつながりを持ちながら、物事を進めておられるケースも伺っています。そういった形ですとこれを起点とした新たな動きというものが生まれているというふうに理解しております。以上でございます。はい、安田由美さん。ちなみに具体的には何名ぐらいの方が、そのようなことにつながっておられますでしょうか。はい、中村担当課長。私が把握している限りでは、副業フェローの方が、3名は把握をさせていただいております。ちょっと事業者との兼ね合いになりますので、ちょっとこれよりはちょっと申し上げにくいところなんですが、3名は承知させていただいております。はい、ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、それでは関連してご質疑ある方、挙手にてお願いします。はい、他にご質疑ございませんか。よろしいですか。はい、内容ですね、次に、東京圏からの新しい人の流れの創出について、横川秀也さん。はい、失礼します。事業番号2番です。通告しておりますように対象者を東京圏に限る理由ということで、この移住に関して東京に特化する意図が知りたいです。ここに書いてありますように潜在ニーズが大きい東京圏から宮津への移住、これの根拠データ等何かあれば、何を根拠にこれが出たのかということと、これ、予算的に1世帯分になると思うんですが、単身は60万円ですけど、2世帯分ないので、100万円なので、あげますよ、来てくださいで、この要は効果的なものが、どう考えておられるのか、はい、以上です。はい、早川企画課長。はい、今の事業に関しましては、昨年、さっきの12月議会 の松本議員の一般質問の時にも少しお答えさせていただきましたが、それと先ほど1番の事業のところで移住コンシェルジュであったりふるさと納税を通じて情報発信してこちらに流れを持っていきたいという部分でプラスコンシェルジュサービスを設けるというような一連の流れがございます。そうした中でこれもともと国の方の地方創生の事業メニューとしまして、東京23区からの移住者に最大100万円の支援金を交付するという制度がございます。地方創生移住支援事業という名称になっております。でこれまでそういうのは都道府県が間に入りまして、で例えば京都府の中で何々市と何々市がこのメニューを採用しているので、東京の方で都道府県がそういう東京圏の方向けにどうですかね、アナウンスされるときに京都府のうち〇〇市はこういうメニューも持ってますよというような状況になっておるということでございました。で我々としましては今回その令和5年度そういう外への発信からこう流れをしっかり作っていきたいということで、これまではこの事業の方宮津市でしてこう導入するというか手を挙げていなかったんですけども、まずはこの、国の制度を活用するように手を挙げさせていただいてラインナップさせていただこうという思いで予算化をさせていただいているものでございます。でまずは1件ということでございますが、これまで京都府の方で、大体、1年に1件ぐらいとお聞きしておりましたので予算の方はそれにさせていただきましたが、もっとその、我々の方は今回流れを作っていく充実をお願いしておりますので、そのリアクションでそういう部分が出てくればさらに1件と言わずにそういう活用いただけるような形になればという思いも持ちながら予算計上させていただいているということでご理解いただければと思います。以上です。はい、はい、それでは次に星野和彦さん。この
制度なんですけれども、この対象者のですね、永住できる審査基準と、これ中途解約出た場合のペナルティがあるかお尋ねします。はい、矢野係長。はい、ただいま議員から、お尋ねのございました、対象者の審査基準と、中途解約のペナルティでございます。移住支援金につきましては、移住後3ヶ月以上1年以内で、かつ就業後3ヶ月以上経過後に、申請の手続きを行い、受給いただくものでございます。申請後5年以上継続して移住先に、居住する意思が必要となってございます。一方、支援金の返還をしなければならないケースといたしまして、支援金の申請日から3年未満に転出したときですとか、あるいは申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したときにつきましては、全額を。申請日から3年以上、5年以内に転出した場合は、半額を返還することとなってございます。以上でございます。はい、星野和彦さん、はい、明確に規定があるので、まずは安心しました。ちょっと以前ですね、10年近く前にこんな手のやつがあってですね、すぐいなくなられたと、まあ、これ店舗だったんですけども、それもあったんで、なかなかそれ取り返すとなるといなくなると取れないっていうのがありますから、その場合のですね、いなくなっても終える体制っていうのは大丈夫ですか。最後のそこだけ教えてください。はい、早川企画課長。条件に関しましては今係長からお答えした通りでございますし、少し議員ご懸念の件もつきましても、この制度、国の制度ということで、先ほども私申し上げましたように、宮津市単独の制度で動くということではなくて、都道府県を間に挟みまして、東京等の窓口でこうしていただくというような、一定こう統一されたルールの下でやっていく部分に、宮津市もしっかりラインナップして流れを作っていきたいというものでございますので、ご理解いただければと思います。以上です。はい、次に、安田由美さん。はい、京都府知事、すいません、条件のところで、京都府知事の指定する事業者について、お聞かせいただきたいです。お願いします。はい、矢野係長。はい、ただいま議員より、京都府知事の指定する事業者についてということでお尋ねございました。こちらにつきましては、京都府に対して移住支援対象事業者に、かかる登録申請を行った上で、京都ジョブパークが運営いたしますインターネットサイトジョブコネットに求人登録された事業者ということになってございます。以上でございます。はい、安田由美さん。となると、まあ、一次産業とか、まあ、農業の方とかで担い手不足が深刻かなと思うんですけれども、まあ、そういった方は対象になりにくいという認識でよろしかったでしょうか。はい、早川企画課長。この制度、宮津市内では3事業者ほどが登録されると、京都府の方のところに登録されていると知っておりますが、また近隣でも事業者が行って登録されています。で、我々としてもこの制度をうまく使っていただけるように、まあ、農業に関しましては農業法人とかいう部分であれば可能な部分もございますので、まずはその広くこの事業者マッチングという部分もポイントだと思っておりますので、今登録されている事業者以外の方にもしっかりこう声かけをさせていただいて、よりそのマッチング地域の人手不足の部分の課題にも対応できるような動きにもつなげてまいりたいと思っております。はい、よろしいですか。はい、はい、それでは関連して質疑ある方は挙手にてお願いします。はい、堀美希さん。すいません、通告してないんですけど、この新しい東京圏からの新しい人の流れを創出するのに、発信とかそういう情報提供っていうのは一つ前で説明していただいてたコンシェルジュだったりノートだったりっていうところの発信の仕方なのかなとは思うんですけど、
結構こう問い合わせを自分からしていかないと見れない情報なのかなっていうイメージがあって、でプラスアルファその東京の人が宮津を知っているっていう確率が、まあ、私の知っている範囲だと少ないので、これをこうどういうもうちょっと具体にどんな感じでイメージされているのかお話聞きたいです。お願いします。はい、早川企画課長。まず先ほども申し上げましたように、国家の仕組みということでございますが、国の制度という部分の中で東京の方に各都道府県がそういう東京の方向けに移住のこう都道府県の窓口といいますか、そういう部分がこう並んでございます。ございます。でそこに先ほど京都府の窓口のところに、これまでは宮津市はこの制度を活用している市町村じゃなかったんですけど、新たに市町活用する市町村になりましたよという部分でまずこうアナウンスをしてもらえるようになるのかなと思っております。でその上では先ほど一番の授業で申しましたように、今委員もお触れいただいたノートとかホームページのビュースも載っておりますし、なかなか関東圏の方では天橋立は知っていただいてても、それが宮津市とイコールになるという部分はなかなかまだ厳しいというか少ないと思っておりますので、そこのためのコンテンツなりをしっかり充実させて届けていくというような形でこうつながりは持てるように、しっかりつながりを持てるようにしていきたいなというふうに考えてございます。はい、他にご質疑ございませんか。次に、結婚子育て世帯への住まい確保支援について、横川秀也さん。はい、失礼します。事業番号4番です。この制度の詳細について何点かお聞きをいたします。この事業シート、事業概要のところを見ておりますと、上の新規の部分が、新婚世帯、下の充実の部分が子育て世帯のリフォームということで、まず上の方の部分なんですけども、新規のところです。この補助金を申請する年度中に婚姻届を提出というのがあるんですけども、ちょっとこの年度中いうのが、令和5年度の3月31日までの意味なのかなというふうに取ったんですが、この補助金申請にかかる手続きの部分の詳細を教えてください。2点目が、それの所得要件を教えてください。あと補助上限でですね、2段階に年齢区分してある理由ですね。例えばこれ、補助要件として夫婦ともに39歳以下というだけなら分かるんですけども、もちろんこれ若者の定義を39以下とするかどうかというこのその定義のところもあるんですが、あえてこの2段階にしたという意味と、最後に、あってはいけないことですけど、離婚された場合のこととか教えてほしいんですけども、あと2点目は、子育て世帯へのスマイリフォーム、これこちらは充実の方になりますが、ここの部分の対象者の部分の、3世代同居近居世帯多子世帯とあるんですが、これは近居は親との近居というふうに取ったんですけども、このあたりの要は対象者の要件を満たす等の確認の方法、近居の定義について教えてほしいです。あとはこちらも所得要件ありますので、それを教えてください。以上です。はい、中村担当課長。はい、まず一つ、この、すみません、今回国府の、制度をフル活用いたしまして、住まいの確保支援を行うというところで、考えてございます。で、まず新婚世帯の方ので何点か、確認事項をいただきました。まず申請の仕方なんですが、年度中に婚姻をというところの中で、基本的には申請時点を、年度の終わりの方に、申請を持ってくると、要は実績を持って申請をしていただくという形になります。で、交付決定を打ってそれがイコール確定といったような事務の流れになります。
で、次にあとすいません、年度中で、次にあの所得要件なんですけれども、世帯収入、世帯収入が500万円未満を対象としております。で、次にあの2段階の、支援額の設定がしてあるというところなんですけれども、あの国の 新婚新生活支援事業におかれましておいて、若い年齢層、まあ、所得自体はあの制限は上限が定まっておるんですけれども、若い年齢層にはあの手厚く、ご支援をしようという考え方で、国の方制度設計をしておりまして、それを重要といいますかフル活用させていただいて、若い世代29歳以下の夫婦については上限60万円、もう一つ上のランク39歳以下の夫婦については、上限30万円といったようなもので、2段階の設定がされているということで、しておるということです。あと離婚については、あのこれはもうやむを得ないところですので、ここについてはあの、ペナルティとはないと、ペナルティとはないということですね。はい、あと、補助対象経費としては、あの結婚時におけますあの家賃と引っ越し費用を、支援をさせていただく、まあ、今回あの、させていただくものです。はい、続きまして、あの子育て世帯の住まい支援確保で、近況のルール、要件、定義といったことのご質問でございます。近況につきましては、事業説明等資料、事業等説明資料にも書かせていただきました、子育てしやすい環境づくりを促進ということでございまして、まあ、親御さんの、ご協力をいただける距離ということで、京都府の方で、直線距離で2キロ圏内の、居住を近況という定義づけをしております。あの本市においてもそれを、重要させていただきたいと思います。はい、合わせてあの要件、ということで、所得要件がございます。こちらは子どもの親権者の年収合計、先ほどは所得やったんですけども、今度はあの年収合計で750万円未満を対象というふうに所得要件が、されてますので、それを市としても定めていくというものでございます。以上でございます。はい、横川秀也さん。ごめんなさい、親権者の、合計のですか、750。はい、あ、すみません、それと、要件の確認方法とか、そのあたりもご説明いただいたらと思います。失礼しました、まずあの子育て世帯の方は、親権者の年収の合計でございます。これが750万円未満ということでございます。で、あと要件の確認方法なんですけれども、基本的にはあの住民票を持って、住所の移転、移動、同居、こういったものを確認をさせていただくと、いうことになってございます。以上です。はい、よろしいですか。はい、それでは、久保博さん。はい、それでは、今 の、 あの新規の結婚世帯へのというところで、取得要件は分かりました。で、補助上限がその60万30万ということなんですけど、その2枚違うなんか指針というんですか、その決まり事みたいなのがあるのかないのか、それと家賃補助ということなんですけども、これは借家ということに限っちゃうのか、例えば家を建てた時の分についても対象外になっているのか、それと確認ですけど、その届け出、婚姻届というのは、先ほど3月31日までに申請が出ればよかったというところ辺でよかったかどうか、ちょっとその辺の確認も含めてお願いします。はい、中村担当課長。はい、
まず1点目、なぜ2倍違うんだという根拠なんですけれども、根拠自体はちょっとお示しはいただいてないんですけれども、今回は国の制度を活用させていただくというところで、30万、60万という設定をさせていただいています。あと新築の場合の支援はできないのかということなんですが、この背景に、子育て世帯 の, アンケート等の結果から結婚時期に、まあ、まず賃貸物件で入られるケースが多いということで、結婚時の、賃貸物件をまずターゲットにさせていただいて、制度設計をしたものでございます。したがって今回は、先ほど申し上げた通り、ごめんなさい、先ほど申し上げた通り家賃引っ越し費用等を、対象とするもので、新築に対する支援は引っ越し費用のみの対応ということになります。あと申請の時期、3月31日までにというところなんですが、先ほど申し上げました実績をもって申請をいただくというところでございます。婚姻届について、その令和5年度内に、まあ、婚姻届を出していただいて、実績が整った時点で、申請をいただくということで、令和6年、まあ、2月から3月にかけての申請ということに、補助金の申請ということの手続きになると、考えております。なお1点、補足でございます。資料の方では婚姻年度というふうに表現しております。国の方の取り扱いにおきまして、婚姻年度の期間なんですけれども、終わりは、令和6年3月31日で変わりないんですけれども、婚姻の、ごめんなさい、 前の方ですね、を、国の制度の取り扱いが令和5年3月1日以降の婚姻を対象とするということで、取り扱いを示しておりますので、ここの部分については本市においても、国の制度に、準じて、令和5年3月1日、年度がまたがりますけれども、そこからの婚姻届を、対象とさせていただいて、補助対象経費につきましては令和5年度、令和5年4月1日以降の経費に対しての、補助ということになります。以上でございます。よろしいですか。いいですか。はい、次に、小野孝之さん。はい、所得要件の関係、ご答弁いただいたんですけど、ちょっと確認です。この結婚世帯への住まい確保にかかる支援ということで、初めの答弁がですね、世帯収入500万円未満ということで、答弁あったんですけども、なんかその後の途中 の, 答弁で、所得500万円みたいなことをおっしゃっておられたんで、ちょっとここ確認と、それからこ の, 収, 入あ収入ですね、これ の, 確認方法ですね、だから所得証明みたいなのをやっぱり提出を求めるのかどうか、ちょっとお伺いします。はい、中村担当課長。1点目ご指摘いただきました、大変申し訳ございません。新婚世帯への収入要件としましては、世帯の所得要件になります。所得が500万円未満ということになります。で、子育て世帯は、年収、子どもの親権者の年収合計750万未満ということで、すいません、訂正と確認をさせてやってください。申し訳ございませんでした。もう点が、もう1点が、所得の確認方法でございます。基本的には収入、ごめんなさい、添付書類、すいません、ちょっとごめんなさい、ちょっと確認ができておりますのですけれども、一つ添付をいただくという点が1点あるのかなと思うんですが、と言いますのは宮津市で、取れない、移住されてきた方、というのはうちの方では確認が取れませんので、その部分については添付をいただく。
ということになると思います。それとあともう一点、宮津市に住所がある方については、本人の同意が必要になりますけれども、同意をいただいた上で確認をさせていただくといった方法も検討させていただきたいと思います。ちょっといずれにしてもすみません、添付書類として必要かどうかというところが申し訳ございません、ちょっと未確認でして、いずれにしても何らかの形で我々職員が同意をいただいた上で税の確認をするのか、もしくは添付をついていただくのか、いずれかの方法で確認をさせていただきたいと思います。以上です。はい、次に松浦富吉さん。はい、今ルール説明がありましたので、内容的なものは、一応理解をさせていただいておりますし、また以前からちょっと推進させていただいたところもありますので、よかったなと思っております。その中でですね、確認をさせていただきたいのが、先ほどから国の事業というふうに言われておりますけれども、これ京都府の方の新婚生活スタートアップ支援事業が、お新婚生活と3世代同居と近居世帯と多子世帯と、3種類あると思うんですけども、この予算の財源の中でも風支出金ですよね。ですので 国というより、これ府の施策を使ってるのかなと思うんですけど、その宮津市分がここの子ども若者の未来応援基金繰り上げ金を当ててるという認識で、ちょっと確認をさせてください。はい、早川企画課長。先ほど来中村担当課長申し上げてますので、少しこの要は今回の財源の観点も含めて、もともと今委員おっしゃってましたように、国の新婚のは国の、結婚新生活支援事業というのをもとに、都道府県のも出していただいて、市町村も出して、事業をやるというスキームになっておりますので、今おっしゃった通りだと思いますし、子育て世帯の方は府の方が、新婚世帯支援事業というのを、スタートアップ以外持っておられますので、その事業を活用させていただくということで、財源は国府が入っている部分だったり、国府市町村であったり府市町村ということになります。でそれで先ほど言いました市の部分は、先ほど横川委員のご質疑でもお答えしましたように、新しくこれ新たに国、もともと国で設けられていた制度であったり、府が設けられた制度、これまで宮津市の方、手を挙げておりませんでしたですけど、先ほど来の充実していくという意味でこうラインナップして、しっかり、結婚するときにはどうしても賃貸等でまずお住まいになる、また子育て、小学校とか入られるタイミングでは住居を、改修とかされるというような、そのタイミングを捉えて、しっかり若者世代のニーズに応えて事業をしていこうということでございますので、新しい基金でございます部分を残りの市町村の部分に繰り入れ金として充当させていただいているということでございます。はい、関連質疑ある方は挙手にてお願いします。はい、横川秀さん。すいません、通告してるといえばしてるんですけども、ちょっと疑義が今湧いたんで教えてください。この、新規の結婚世帯への住まい確保にかかる支援なんですけども、例えば近隣市町にお二人が住んでおられて、結婚を機にぜひこういう制度もあるので宮津に二人とも住みたいと思われたときに、まず婚姻届を出そうと思うと、どちらかの住居が宮津にない、要は住居というか住所変更しないといけないという場合に、先ほど実績を持って申請いうお話もあったんで、住むところが決まらないと住所変更できないですし、引っ越し費用等はそれに間に合わなくなってしまうんですけども、このあたりは何か対策があるのかなというのが1点と、ここで出てくる家賃っていうのは、要は、決済決まってから年度末の令和6年3月31日までの家賃見合いなのか、1ヶ月単月のものなのか、その詳細っていうのが教えてほしいんですけど。
はい、中村担当課長。まず対象として、多市町にお住まいのお二方が結婚を機に宮津市に、引っ越しされる、その際の、婚姻届のタイミングも当然ございますが、婚姻届以降の、家賃もしくは引っ越し費用いうところら辺をまず対象になります。で、そうした中で例えば令和5年の6月に婚姻届を出されたとした場合には、令和5年6月から令和6年3月までの家賃もしくはその引っ越し費用、これがまず補助対象経費になります。はい。で、申請自体はもう最後の方すべてが確定してした後に申請をいただいて、ちょっと1回は払っていただかんなことにはなるんですけれども、そういった形で、申請をいただいて、その補助要件内で、ご支援をさせていただくといったものでございます。で、家賃については今申し上げた通り申請の時の1ヶ月だけではなくて、婚姻届から3月末までの分が対象となるということでございます。以上です。はい、他に関連質疑ございませんか。はい、それでは次に、女性が働きやすい職場づくりプロジェクトについて、横川秀也さん。これ先ほど財源のこの基金のことについては早川課長の方から詳しく説明いただいたので結構です。取り下げます。はい、それでは、これについて他に関連質疑ございませんか。はい、内容ですので、次に高校大学地域連携推進事業について、横川秀也さん。事業番号28番の中で出てきます四角の一番最後の、大学地域連携プロジェクト事業の展開というところです。この事業の具体と、それによって得られる成果、まず基本成果的には何を求めるのかということと、その成果を今後どうするつもりなのかというのを教えてください。以上です。はい、矢野係長。はい、ただいま議員より、3つ目の資格の部分、大学地域連携プロジェクトの事業の展開というところの、具体と得られる成果についてということでご質問いただきました。大学地域連携プロジェクト事業の展開でございますけれども、これは令和4年度、今年度までは、大学と地域、活動連携推進事業として、予算計上をさせていただいておりましたものです。連携協定締結大学等の持つリソースを活用いたしまして、地域とともに課題を解決していく取り組みに対しまして、1プロジェクトあたり20万円の活動費用を、大学に支援させていただいているものでございまして、現在京都大学および、京都産業大学の方が、地域の団体と連携してプロジェクトを進めているところでございます。また、得られる成果についてでございますけれども、大学地域連携プロジェクトの、事業の実施によりまして、新たな人の流れの創出というところと、あと地域の課題解決といった成果に、つなげていきたいと考えておるものでございます。以上です。よろしいですか。はい、それでは、松浦富美さん。はい、そうしましたら私は上の方の市内高校と事業者との連携による課題解決型の人材育成のこれ具体をちょっとどういったことをイメージされているのか、講演とかそういったものを考え講座でありますのでですけど、生徒が地域の課題解決というこれはどういったニュアンスで取り組みをされようとされているのかお伺いします。はい、矢野係長。
はい、ただいま議員より、1つ目の資格の部分、宮津クロスキャンパス事業の展開、についての内容というところと、あと成果の部分についての、ご質問ございました。この宮津クロスキャンパス事業の展開についてでございますけれども、大きく2つの内容ということに、分かれてございます。1つ目の丸の部分です。市内高校と事業者等との連携による、課題解決型の人材育成、と書いてございます部分ですけれども、こちらにつきましては、令和4年度までは次世代人材育成事業として、予算計上していたものでございます。市内の高校と連携し、生徒が地域の課題解決や仕事等に対して向き合う講座などを支援することで、時代を担う人材を育成する事業ということで、現在、天教高校におきましては、総合学習の時間に行われています、探究活動、こちらに対しましてのアドバイス等を実施させていただいたりですとか、あとは海洋高校の方の、航海船舶コース3年生を対象に、市内事業者等が参加する産学官意見交流会、こちらの方を実施しまして、高校生の研究テーマについて、アドバイスを実施しているものでございます。2つ目の丸でございます。京都府立大学と市内高校との連携強化ということで、書いてございます。こちらの方は、新規事業になってございます。クロスワークセンターに入居いたします、京都府立大学と、市内高校との連携による、交流創出や大学を体感できる取り組みを推進することとしておりまして、具体には大学生による、市内でのフィールドワーク等の実施ですとか、あるいは、高校生へのオープンゼミの実施などを予定してございます。また、得られる成果というところでございますけれども、高校とのその連携による、将来の宮津を担う人材の育成という部分と、あるいは、市内高校の魅力向上というところにつなげていきたいと考えてございます。以上でございます。はい、結構です。はい、次に、安田由美さん。今 の, 答弁で重なっておりますので取り下げさせていただきます。はい、わかりました。はい、それでは関連してご質疑ある方は挙手にてお願いします。はい、内容ですので、次に持続可能な環境づくり推進事業について、横川秀也さん。はい、失礼します。事業シートの3442です。まあ、これ事業的に財源見ますとほぼほぼ国風で、まあ、一財少しという感じなんで、まあ、大体わかるんですけども、要はこの、具体にどのような実証調査が行われるかというこの調査の具体についてがまず1点、それにとってよりまして得ようとしている成果というのはどういうものなのか、また今後その成果をどういうふうにしていくつもりなのか、また、各事業費の内訳等について教えてください。まあ、ただこれ所管またぎになると思いますので企画の部分だけで結構です。はい、中村係長。はい、ただいま議員の方から持続可能な環境づくり推進事業のうち企画か所管の分についてご質問いただきました。まず実証調査等の詳細についてでございます。こちらにつきましては企画課の方では再生可能エネルギーを活用したエコ観光地づくり、こちらの方を所管しておりますので、この詳細についてお答えいたします。本事業では令和4年度の再生可能エネルギーを活用したエコ観光地づくり、同様の国の方のこのエネルギー構造高度化の補助金使っておるものなんですけども、こちらの方で実施しました先進地視察や部会での議論などをもとに、令和5年、この秋ごろをめどにいたしまして、府中地区で実際にグリーンスローモビリティを使った実証を行いまして、効果的、現実的な運行形態の絞り込みを行うこととしております。で、実証についてですが、こちらにつきましては、地域の方が実際にグリーンスローモビリティに触れることで、
グリーンスローモビリティとはどのようなものかをまず知っていただくとともに、地域の方と一緒に地域内周遊促進のために府中中心部から少し離れた資源、例えば丹後郷土資料館ですとか、まあ、ワイナリーさんとか、ちょっと歩くには、まあ、なかなか厳しいなというところがあると思いますので、まあ、そちらの方を接続していきます。定時、定路線型、あのバスと一緒で決まった時間に決まった停留所を止まっていくような形なんですけども、こちらでの運行ですとか、まあ、既存の観光ガイドツアーでの活用ということで、ガイドさん乗せて案内してもらいながら乗るですとか、また観光客向けに、まあ、自分で乗っていただくようなレンタカー利用、また地域の方が診療所とかスーパー、サロンへの送迎等を地域内での移動への活用など、さまざまな使い方を試していきたいと考えるところでございます。また合わせまして、電気自動車でありますグリーンスローモビリティの充電用の太陽光発電及び充電設備の設置につきまして、府中地区で候補地を3カ所程度選定しまして、導入可能性を調査するとともに、その中で最も可能性が高い場所につきまして、詳細設計を実施する予定としております。またこの具体の目標についてでございますが、令和5年度につきましては、この実証結果をもとに、具体的な運行ルート、形態、体制等の検討を進めまして、令和6年度以降の実装に向けた事業計画を整理することを目標としております。また、事業費の方なんですけれども、本事業につきましては、3150万円の事業費を計上しておるところでございます。以上でございます。完璧です。ありがとうございます。はい。それでは、星野和彦さん。まあ、今、ご答弁あったんで、グリーンスローモビリティの方もですね、詳細を教えていただいて、まあ、なぜこの府中じゃなのかというところも、まあ、よく分かりました。で、この内訳なんですけども、この5280万のそれぞれの内訳っていうのを教えてもらえますか。はい、中村係長。はい、先ほども申し上げました通り、この再生可能エネルギーを活用して、エコ観光地づくりの方が3150万円。で、あと、太陽光発電等々の方に、1900万円。で、残りの温泉熱の方は230万円の合計、5280万円となっております。はい、よろしいですか。はい、次に、久保博さん。今までの説明で大体分かりましたが、それぞれの、どうですかね、調査設計だとか実証だとかあるんですけれども、これの、令和5年度以降のそのつながり的なものというか、その答えられる範囲で聞かせていただければと思うんですが、今いろいろとこういうことで実証とかやっていきますよと、それ最終的に、実施につながっていくというか、それを、向けてされるんだと思うんですけど、その辺のちょっとスケジュール感というか、分かれる範囲で教えていただければと思いますけれども。はい、早川企画課長。はい、持続可能な環境づくり推進事業全体の動きに関しましては、後ほど市民環境課のところでご確認いただきたいと思っておりますが、私ども所管しております再生可能エネルギーを活用したエコ観光地づくりの部分ということで少しお答えさせていただきます。この事業、令和3年度、4年度、5年度ということで3年目という形になろうかなと思っております。で、これまでは令和3年度はこのエコ観光地で言えば、少し令和3年度は決算でも申し上げました机上のベースでのこう研究と、そして令和4年度は先ほど申しましたように先進地視察になり、それを見た上で宮津に落とし込んだときにどういう形でいけるかなというような議論、そして令和5年度は実際の実証ということで、これは公共交通のところでも申し上げてますように、先進モビリティっていうのを部会も設けております、地域公共交通会議内に。ですので、そこで、先進モビリティを活用したラストワンマイルの確保とか、観光地としての周遊、そういう部分につなげていくために、いかにうまくこう既存の公共交通と織りなすことができるかというところを目標に我々としてやっておりますので、この国の事業をうまく活用させていただきながら、
令和5年実証ということで、いつ実装に持っていけるかというところがポイントだと思っております。場合によっては実証、まず令和5年度はまずこう知っていただくと、地域の方にどういう使い方ができるのかというところがポイントをした上で、さらに実装に向かっては実際どういう形で、市がやるわけではないと思っておりますので、地域の方にうまくこうどの部分でどういう形であれば実装ができるかということを一緒に考えていかなければならないと思ってますので、場合によっては実証2年令和5令和6ということも必要かもしれません。でもいずれにしてもグリーンスローモビリティを活用した、ラストワンマイル、周遊性を確保するための部分として前に進めていくために、この事業をうまく活用してい、きたいというふうに思っております。よろしいですか。はい、はい、それでは小野孝之さん。はい、この再生可能エネルギーを活用したエコ観光地づくりの、この再生可能エネルギーというのは具体にどんなエネルギーなのかお伺いします。はい、中村係長。はい、ただいまご質問いただきましたエコ観光地づくりの方のエネルギーの具体についてでございます。本事業で使いますグリーンスローモビリティ、こちら電気自動車でございますので、この電気自動車であるグリーンスローモビリティの充電のために太陽光発電を活用しました充電設備の設置を検討することとしております。以上でございます。はい、小野孝之さん。そしたら太陽光発電設備を、設置した後でこの事業がされるという理解でよろしかったですか。はい、早川企画課長。今回の国の事業を活用させていただいていると申し上げましたが、財源欄にも書いてありますエネルギー 構造高度化転換理解促進事業の補助金という部分の要件という部分ですけど、今の係長申し上げましたように、太陽光発電を活用して充電設備を設置して、最終的にその、エネルギーを使ってうまくこう新しい街づくりにつながるようにというために、こうステップを重ねながら、今我々のエコ観光地づくりで言えばグリーンスローモビリティの実装に向けて動いていると、その過程も含めてご支援いただけるというメニューになってございます。ですので最終的にはこの事業で、この事業を活用して最終の実装まで行くということでありましたら、今回も少し設計と調査の予算も令和5年度入れさせていただいてますが、例えばカーポートのところ、カーポート要はグリーンスローモビリティのカーポートが太陽光パネルがございまして、そこのエネルギーを使ってグリーンスローモビリティが動くというようなところあたりを最終念頭を置きながら、この事業を国にお願いして活用して進めているということでございます。はい、小野孝之さん。初めの答弁でですね、この電気自動車の、実証ということで、令和5年の秋ごろからということをやったんですけれども、ということは、それまでに太陽光設備の設置をされるということですか。はい、早川企画課長。すみません、先ほども少し申し上げて足りなかったかもしれませんが、これ、最終的にこうステップを踏む中で、実際実装するときに太陽光パネルなりのでエネルギーを使ったという形になればという、その過程も含めて一定ご支援いただきながらできるということでございますので、令和5年度につきましても、まずは秋ごろに1ヶ月程度実際のグリーンスローモビリティを借りまして走るという実証の方をやらせていただいて、それと同時並行で今後の実装も見据えながら、太陽光パネルを使ったそのカーポート等が府中の地区でどこに置くのがいいのかというようなところも合わせて検討するというような形になるということでございます。ですので必ずその実証の前に太陽光パネルを使ったカーポートができてないといけないということではなくて、すべて最終的な令和6年度以降になろうと思っておりますが、その実装に向けた動きの過程も含めて、この国の事業を活用して事業が 進行できると、進められるというふうなものだということでご理解いただけたと思います。はい、小野孝之さん。ということは、この一番初めにこの、この電気自動車の実証の場合 その、エネルギーというか、それは必ずしもその再生可能エネルギーではないことは当然あり得るということですね。はい、早川企画課長。議員、お触れの通りでございます。はい、次に、松浦富江さん。取り下げます。はい、
それでは、関連質疑ある方は挙手にてお願いします。はい、内容ですので、次に市街地の宅地化促進に向けた研究定住空き家対策推進事業について、永本義弘さん。はい、そしたら私の方から、ナンバー7の市街地内の宅地化促進に向けた研究というところで、説明資料の方では何ページ3ページにあります、市街地の宅地化促進に向けた研究ということで、未利用地の利活用に向けた現状や、課題の把握、宅地化を促進するための対応の検討とありますけれども、この中でですね、例えば都市計画とかそういった用途指定の指定がかかったところの規制緩和措置というようなこともこの研究課題の方に入っているのでしょうか。はい、中村担当課長。はい、今回の取り組みにつきましては、近隣市町に比べて土地や賃貸物件の価格が高いとか、また流通量が少ないといったようなことが背景にありまして、それを踏まえまして、未利用土地の活用につきまして、現状や課題の把握、宅地化を促進するための対応の研究検討を行うこととしているものでございます。議員お触れ の規制緩和、関係法令等の規制緩和措置を行う場ではございませんでして、有識者の知見や事業者のニーズ等を聞きながら、改めて、現状把握、課題整理などを行うものでございます。以上です。はい、永本義弘さん。今回そういうことですけれども、今後こういった規制緩和の考えというのはございませんでしょうか。はい、中村担当課長。はい、今回町内 の、ワーキングチームを設置をしようとしています。でその中で規制緩和までこの今回の取り組みで規制緩和までは当然繰り返しになりますけれども考えておりませんが、そこが、結果として波及するしない、そこはまた次のステップになるのかなと思っております。現段階ではちょっと、研究検討といったような段階でございます。はい、それでは、松本隆さん。はい、それではナンバー16の関係で、定住支援空き家と改修補助の1780万円は何件を目標ターゲットにされているのかお尋ねします。それと移住定住に向けた PR 動画の政策ではどのような人的資源が必要で、どのように用意すればよいのか、またこの職員がどのような関わり方をしていくのか、またどこの地域が対象で、いつ頃からの取り組みになるのか、お尋ねいたします。はい、中村担当課長。はい、現在の地域全域の京都府の移住促進特別区域の指定を目指して取り組みを進めているところでございまして、令和3年度までの4地区に加えて、今年度吉津地区と市街地を含む宮津地区、さらに今申し出中なんですけれども、訓田地区、日方谷地区の申し出を、しているところでございます。こうした中、1点目のご質問です。改修補助において、何件を目標ターゲットとしているかということで、予算 の件数考え方を申し上げますと、当面は今年度の状況を踏まえた目標としておりまして、移住促進特別区域の空き家改修、この表にございます、移住特区の改修のところなんですけれども、それを180万のところを8件見込んでおります。で、家財撤去のところ、10万円と書いてあるところを、3件、またその右隣の表になります移住特区外のところで100万円のところで3件、その5万円の家財撤去のところに2件、これを予算として1780万円を目標に取り組んでいきたいというところでございます。2点目の PR 動画の制作取り組みにつきましてですが、移住促進特別区域の指定地区をフィールドに地区の活動組織とともにワークショップなどによって、進める移住者の受け入れ体制づくりの活動支援を行うもので、あります。
で、またあの令和3年度、令和4年度に、実施いたしました職員研修、地域創生リーダー人材創発事業の、3年間の、まあ、総仕上げとして、職員と地域の皆さんが、共同して実践することで、職員の能力形成だけでなく地域の実践中核人材、まあ、リーダーですねの育成に、つなげればということで考えているところでございます。取り組み地区につきましては、京都府内の移住特区の指定地区の中からお願いしていくことと考えております。実施時期内容等はお受けいただく地区と協議をさせていただきまして、動画制作の専門家のご助言をいただきながら、進めさせていただきたいと考えております。以上でございます。はい、よろしいですか。はい、それでは、次に堀美希さん。すいません、あの移住促進特別区域が取りちょっとマイクをしっかり、あ、移住促進特別区域が取り組む移住受け入れ体制整備への支援で100万円というのがあるんですけど、この、支援整備というのが、具体的にどんなことなのかということと、あとはその2地区対象っていうような書き方があるんですけど、その地域はもう決まっているのかっていうことと、あとはその予算100万円の分け方というか使い分け方を教えてください。はい、中村担当課長。はい、ご質問の受け入れ体制支援なんですけれども、移住促進特別区域の活動組織が、移住者受け入れのために行う、例えばですが空き家実態調査であったり、計画づく空き家移住の計画づくりであったり、地域 の、 あの PR 広報ですね、広報等の活動に要する経費を、支援をするものでございます。まあ、これまでに神谷津地区が令和元年度に、地区の魅力探しワークショップと地区紹介冊子 A to Z っていうのを作られた、また府中地区が令和3年度に、地区の紹介パンフとか、動画の制作を取り組まれたところでございます。ここらに、ご支援をさせていただいているところです。で、移住促進特別区域が拡大する中で、地域の特色ある、移住定住の取り組みを展開していただくために、当初予算として2地区分を計上しているところでございます。この2地区分についてはまだ特定の、決まった地区ではございませんが、決まったものではございません。あと予算100万円の内訳ということで、1活動組織1地区ですね、1地区補助上限が50万円ということになっております。まあ、2か年にまたがって取り組むことも可能な、割に地域に寄り添った制度かなと思っております。地域の取り組みを積極的に支援をさせていただきたいと考えております。以上でございます。はい、それでは次に久保博さん。はい、件数は分かりました。その引っ張ってきた根拠というのは、これまでの、実績等々を勘案されて、積算されているということでよかったかどうか教えてください。はい、はい、中村担当課長。はい、議員おっしゃる通りです。はい、よろしいですか。それでは次に小野孝之さん。はい、この空き家改修の補助制度が市外からの、まあ、転入者を対象にということですけれども、これ市内から、まあ、転居した場合、まあ、これが、まあ、対象にならない理由を教えていただけますか。はい、中村担当課長。はい、お触れいただいている制度につきましては、市内への定住を目的に、まあ、空き家等を購入賃貸して、修繕をするとする費用の一部を支援、させていただくものでございます。市単独制度不、制度活用のいずれの制度ともに、市内に、住所を有して1年を経過しない方を対象とさせていただいております。住所を有してから1年を超える、まあ、全ての、まあ、市民の方に改修支援を行うことは難しいとは考えますけれども、今回、先ほども
ございました。子育て世帯を対象に、バンク物件に限らない住宅リフォームの支援、とかの拡大をお願いしているところでございまして、今後も必要な支援ができるように、ニーズ把握等をしっかり行って施策に反映させていきたいと考えているところでございます。以上です。はい、小野孝之さん。はい、ですね、これちょっと事情があってですね、同じ宮津市内にその、転居したりというそういう、ケースがあった場合にですね、こういった支援が全くないということがあってですね、そういうことであればこれはもう市外に転出しようかなとみたいな話も聞いたことがあるんですけども、そういう意味では人口減の逆バージョンといいますか、こうした支援が受けられないことによって市外に転出してしまうケースが、あるんじゃないかというふうに思うんですけども、したがって、当然その市外からの転入者に対するこんな金額の支援ということは無理かもわからんですけど、例えばこれの3分の1であるとか4分の1であるとか、なんかそういった支援は必要じゃないかなというふうに私は思うんですけど、ちょっとそのような考え方をお伺いします。はい、中村担当課長。はい、議員お触れの通り、移住受け入れのところの部分はもちろん大事なんですけど、今お触れの部分で、市内に定着をいただくということはもう大変重要なことだと思っております。その中で、どういったようなご支援、もしくは施策展開をしていったらいいのかというところのご指摘かなというふうに受け止めさせていただいておりますが、ちょっと繰り返しの部分で大変申し訳ございません。ニーズを把握する中で、当然予算の確保、財源の確保も必要でございます。その中で、できるだけ効果の高い部分、もしくはそのニーズに求められている部分、また冒頭からなってます若者に選ばれる街というところら辺で、どういった支援がいいのかという議論は、これはもう継続してする必要があるというふうに考えております。今ここで、考え方をちょっとお示しをするということはちょっと、できませんけれども、必要な施策を考えて必要なところに投資をしていく、それで若者に選ばれる街を目指す、ここを、起点に物事を考えていきたいと考えています。以上です。はい、それでは次に松浦富吉さん取り下げます。はい、それでは次に安田由美さん取り下げます。はい、はい、それでは関連してご質疑ある方は挙手にてお願いします。はい、内容ですので、次に、宮津駅開業100年に合わせた長寿命化対策と待合室の利用環境改善について、松本隆さん。この事業におきましては、この宮津駅すべての外壁改修になるのか、またそうなった場合営業しながらの工事となるため、工期をどれくらい見られているのか、またあの人もこの人もではなしにどのような利用者を対象とした改修整備になるのかお尋ねします。はい、中村係長。ただいま議員からお尋ねいただきました宮津駅すべての外壁改修になるのかという点と、工期、またのどのような利用を対象、利用者を対象とした改修整備になるのかお答えいたします。まず外壁改修についてでございます。こちらにつきましては、宮津駅東側、正面向かって左側の方になるんですけども、こちらについては、令和2年度に改修が終了しておりまして、今回は駅正面の南側と、向かって右側、西側の改修、これを主に予定しているところでございます。また、工期についてでございますが、長寿命化対策工事と待合室の改修工事、これ一体的に発注することとしておりまして、当然ながら営業しながら、例えば屋根防水して、外壁して中するとか、その順番は今後なんですけれども、そういうような形で順に工事を進めていくこととしておりまして、工期は工事全体で、多分最大で令和5年6月から令和6年2月までの9ヶ月間、こちらの方を予定しているところでございます。また、待合室の改修にあたりましての、どのような利用者を対象にとした改修になるのかという点でございますけれども、この改修につきましては、
この11月から2月にかけまして、高校生ですとか、まあ、地域住民、子育て世帯ですとか、まあ、観光客と公共交通利用者の満足度がより高まるよう、高校生や子育て世代、鉄道事業者、観光関係者等にワークショップに参加していただき、意見を出していただくとともに、また高校生ですとか観光客を含む駅の利用者や、子育て世代等を対象にアンケートを実施いたしております。でこれらの意見をもとに、改修のポイントをまとめましたところ、まあ、一つが外やホームが見える開放的な空間にということ、またもう一つが、ベンチ等について、まあ、配置も含めて工夫を、さらに3つ目といたしまして、プラスアルファの機能、こちらにつきましては授乳室ですとか、おむつ替えスペースの設置、観光案内の充実、無料 Wi-Fi 設置など、で最後にバス停とのつながる大切にというような改修のポイントが上がりましたので、まあ、これらを踏まえた改修に基づきまして、改修整備、こちらの方を行っていく予定としております。以上でございます。はい。よろしいですか。もう少しご答弁ゆっくりしていただける方がありがたいかなと思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。はい。それでは次に、星野和彦さん。はい。じゃあゆっくり質問させていただきます。中学生徒の皆さんからご要望の高いですね、売店の再開と、それからこの駅前商店街から1年から要望がある屋上の活用の可能性がありましたら、2点お伺いします。はい、早川企画課長。はい、まず1点目の売店の関係でございます。過去はキオスクもありまして、それが撤退され、ご存知のようにウイラートレインさんのカフェが今その場所に入っておると、また店舗の方も空き店舗になっておったというのが改修前現在の状況でございました。これまでもそういう中でウイラートレインズの方でコンビニの設置とかいろいろ働けられた経過、一緒に動いてきた部分はございますが、どうしてもやっぱ利用客数とかそういう部分がございまして設置につながらなかったというふうにお聞きしておりますので、まあ、今回令和2年度以前に条例の方も改正しまして、いう中で売店となり店舗というのは新たに難しいのかなというふうに正直考えております。まあ、そういう中で平日は町室に114キロカフェということでウイラトインさんが開店されておられるということで、そこをまず利用していただくということと、それ以外の時間という部分が高校生の部分も出てこようと思いますので、最近はコロナ禍も含めましてさまざまな形で物品を販売する自動販売機等も出てきてございますので、そのあたりもしっかり検討しながら、要はニーズに応えていける、要望に応えていけるように検討してまいりたいと考えております。また2点目の駅前商店街の部分からご要望がございました屋上の活用でございますが、ターミナルセンターの3階屋上に関しましては面積が少し狭いということや、空調の室外機等がありますということで、また3階に上がるにはウイラトインさんの事務所内を通る必要があるということで、なかなか屋上の活用はご要望いただいておりましたけれども難しいのかなと思っております。そうした中ではございますが、令和5年度の改修はターミナルセンターの建物、いわゆる建物の長寿命化であったり待合室のところの環境改善がメインになってございます。9月議会で京都府の方のご支援もいただきながら2年にわたってやっていく部分で、今回の財源にも入っておりますが、駅周辺にぎわいづくりを推進していくというところが最終的な目的でございますので、今回もワークショップ等でまず中に関してはアンケートも含めてご意見をいただいて、それをなるべく形にしていくという格好で今イメージ図を示させていただいてますが、さらにその駅だけじゃなくて周辺も含めた部分がポイントだと思っておりますので、来年の改修に合わせてまたそういうワークショップといいますか、引き続きそういうのを考えていく市民の皆さんと一緒に考えていく動きを作っていきたいと思っておりますので、その中で屋上ではないですけれども周辺部のところをまたうまく活用できないかというようなところも考えていきたいなというふうに思っております。以上です。はい、星野和彦さん。はい、ご答弁ありがとうございます。簡潔に言っていただいてあります。本当にちょっとね、駅だけで捉えるととても進まないんだな、コンビニがダメだっていうのもやっぱりなんとなく今ご理解させていただきました。まあ、全体をということでまずは取っかかりになるわけですね、これが。そういうふうに理解しております。ありがとうございます。はい、次に、松浦智也さん。はい、同じところでありますけど、飲食関係は今ご説明がありましたので結構です。そうした中でこの観光案内を、まあ、
スペースがありますけれども、どのような形 の, あのことを考えておられるのかということと、もう一点はあの宮津の文化、歴史などの発信的なものは考えておられるのか、その2点についてお伺いします。はい、中村係長。ただいまあの議員からご質問いただきました観光案内についてでございます。まずあの宮津駅待合室の開始にあたりましては、先ほども述べました通り、3回ワークショップの方を開催しておりまして、またあの利用者等を対象にアンケート調査も実施しております。その中で観光案内の充実が求められておりましたこと、また宮津駅これ自体が市民や高校生観光客等の利用が多く、京都丹後鉄道単独駅では最も利用者が多い本市の玄関駅でありますので、待合室の改修と合わせて観光案内を充実することとしております。でこの観光案内の充実の内容でございますけれども、道案内機能ですとか観光施設、宿泊施設、飲食店等の情報が検索できる観光案内用の、まあ、デジタルサイネージ、まあ、さっきいろいろなタイプのものが出ておりますので、こちらの方を設置する予定としております。で設置するデジタルサイネージ、まあ、どのような機種にするかとか内容どうするか、こういったことにつきましては、まあ、今後、観光所管の商工観光課ですとか宮津天の里観光旅館協同組合、天の里観光協会等と協議しながら固めていくこととしております。またのもう一点いただきました宮津の文化歴史などの発信についてでございます。ただいまあの申し上げました設置予定の観光案内用のデジタルサイネージ、こちらの方あの動画等も多分流すことが可能なタイプも当然ございますので、歴史文化を生かした観光誘客推進事業、あの商工観光課ですとかも社会教育の方で一緒にしております、こちらの事業で制作しております伝統芸能や歴史文化資源等を紹介する、まあ、高画質画像映像の方今、この令和3年4年と作っておりますので、まあ、こちらの方を活用いたしまして、宮津の文化歴史などの発信、まあ、こちらの方も検討していきたいと思っているところでございます。以上でございます。はい、はい、松浦富美代さん、はい、ぜひよろしくお願いします。そうした中でちょっと財源配分だけちょっと教えてください。6900万の外壁の関係と、この待合室の改修 の, あの配分ですね、お願いいたします。はい、中村係長。はい、ただいまご質問いただきました財源の配分なんですけども、まあ、ちょっとあくまで予算段階今実施設計している最中なんですけども、一つが外壁改修長寿命化の方で、5000万円で、待合室の改修の方が1800万円で、合わせまして改修工事の方が6800万円となります。で、あと100万円残りました100万円の方がデジタルサイネージの設置費用というふうに今の予算上計上しておるところでございます。以上でございます。はい、結構です。はい、はい、次に安田由美さん、取り下げさせていただきます。はい、それではこの事業について関連してご質疑ある方は挙手にてお願いいたします。はい、内容ですので、次に、文化庁を京都移転を契機とした文化創造発信事業について、久保博さん。はい、38ページですね、事業と説明しよう。音楽を中心のイベントのように書いてあります。具体的には今のところこうコンクリートされている部分どのあたりかという音ですね。例えば宮津市の伝統芸能、宮津節等、これこういうものを含めてこう考えられているのか、こういうのを入れたらどうやという言い方はちょっとまずいんかと思うんで、伝統芸能こういうことも考えられているのかということを聞きたい、聞かせていただくのと、具体的に200万をどういった割り振りでどんなものに使おうとされているのかをお聞かせください。はい、藤原担当課長。はい、まずこの事業につきましては、文化庁がいよいよこの27日に、まあ、京都へ、まあ、移転されるということでございます。でこれを、まあ、京都府全体で、まあ、歓迎していこうというところで、府下各自治体でこういった文化芸術の、まあ、取り組みを集中的に、まあ、展開していこうというものでございます。こうした中で、まあ、当市として、まあ、イベントを開催していく目的としましては、まあ、当然ながら
市民の方が、まあ、文化を身近に、まあ、感じていただいて、まあ、関心を持っていただくということだと思っております。でここ数年の、まあ、コロナ禍で、まあ、文化芸術の、まあ、こういった発表でありますとか、まあ、鑑賞の機会が少なくなったというようなこともお聞きしてございますので、今回のイベントにつきましては本市の、まあ、文化活動と連携してですね、まあ、こういった機会となるような内容にしていきたいというようなことを考えてございます。また200万円の内訳ということでございますけれども、本日実行委員会での、まあ、実施を、まあ、想定をしております。まあ、そういった中で広報の宣伝費でありますとか会場の設営費、また借金、まあ、こういった経費を見込んで、まあ、支援をさせていただこうというようなことで、まあ、計上をさせていただいているものでございます。以上でございます。はい、久保博さん。そしたら実行委員会形式だということなんで、詳しくはもうこれからということでよろしいですね。はい、藤原担当課長。はい、今後詳細を集めていくことになっております。はい、次に、松浦富江さん。取り下げます。はい、この件につきまして関連してご質疑ございますか。はい、内容ですので、次に、地方バス路線運行維持対策事業について、松浦富吉さん。はい、これは予算的なものなんですけども、1454万7000円増という形になっております。その内訳、内容についてお答えください。はい、中村係長。ただいまご質問いただきました地方バス路線維持のための支援についての、まあ、なぜ増になったかというところなんですけれども、こちらにつきましてはこの補助自体の方が路線バス運行にかかる経常費用から経常収益を差し引いた運送損益、まあ、いわゆる赤字分に対しまして、まず国と府の補助金が入りまして、それを除いた分について、市町が、補填しているものでございます。で関西につきましては、伊根線、釜入線、与座線の3路線ございまして、沿線市町が宮津市、伊根町、与謝野町になりますので、運行距離に応じて安分して、支援しているところでございます。でこちらの方の国、府の補助金の方の算定が、過去の実績をもとにするんですけども、3年間の実績をもとにするんですけど、ちょうどコロナで一番悪い時の実績を取っているもので、いろいろな関係での低い乗車密度が悪いとか輸送人員が低いということでいろんなカットをされてしまいまして、ちょっと低くなっておるんです、これまでより。でその分についてがもうそのまま運送収益といや特に費用等々も上がっている中もありまして、その分そのままの市の方の負担が増えるということで、ちょっと今回大きく1600万ほど増えるという形となったものでございます。以上でございます。はい、松浦富美さん。まあ、ある意味、まあ、乗車の関係であればコロナの関係、全国的な形あると思うんですけども、そういった中で、まあ、本市がある意味それより下がったという認識でよろしいでしょうか。はい、中村係長。はい、そうですね、まあ、コロナの関係でコロナ前までだとインバウンドもあったりで結構運送収益の方が回復をしておったんです。ですので国の方からの割り落としをがありまして、密度が乗車密度、まあ、乗ってる人数が低くなかったりすると、まあ、補助金をカットされるという現状ございまして、そちらの方がまあそこまでなかったものがコロナでもうご存知の通り今まで満車だったものが1人2人になったりしてますので、結構大きなカットをされております。もうそちらの方がもう本当に原因ということで、もうちょっと向こう3年ぐらいはどうしても基準が変わらないものでしばらくちょっと高い止まりをするかなという状況でございます。以上でございます。はい、結構です。関連してご質疑ある方は挙手にてお願いします。はい、内容ですので、次に地域交通政策事業について松浦富江さん。はい、ですね、これも先ほどちょっとありますけども、地域公共交通会議の運営であります。まあ、予算的にも10万円、まあ、削減を前年度とされております。で、まあ、一定今年度試験的な形でやっていこうという、まあ、道筋もまあついたということもあるんかとは思いますけども、そこら辺のこう考え方なり今年度の
会議の持ち方ですね、今後実証実験をして実施に向けての検討をされると思うんですけども、その動きの地域会議の会員の持ち方についてお伺いします。はい、早川企画課長。はい、地域公共交通会議につきましては、もともと部会の前にもともとの会議本体といいますかいうことで、必要な路線の変更とか有償運送 の更新とかそういう部分で定期的にやっとる部分がございます。そしてそれに加えまして、委員お触れのように先進モビリティ部会というものを設けまして、令和3、4、そして5と検討を進めておるということでございますので、大きく会議の持ち方というのは変わっていないかなというふうに思っております。その中で、事業の方は先ほど申し上げましたエコ観光地づくりの国の支援もいただきながら進めていきたいなと思っておるところでございます。以上でございます。はい、結構です。よろしいですか。はい、関連してご質疑ある方は挙手にてお願いします。はい、内容ですので、次にエリア連携構想の推進について松浦富雄さん。はい、この今年度の進め方ですね、昨年から令和4年から少しずつこういったことをやっていきますよというご案内をしながら進めていってると思うんですけども、今年度の取り組みの考え方についてお伺いします。はい、早川企画課長。委員もご存知のように、この部分に関しましては第7次総合計画をスタートする中で、また10年後 の将来像を戻してますが、10年後また計画するときに、そのとき改めて考えるのではなくて、今の段階からいろいろと地域の連携なり今後のことを考えていく必要があるだろうということで入れ込んでいる部分でございます。そのためにエリア連携構想を進めようということで、地域を維持発展するためには地域を超えた連携が必要であるという前提のもとで、さまざまな課題の把握や解決に向けた地域のあり方、方法を構築していくというものでございます。ですので我々としてもステップバイステップで進めていきたいなというふうにまず考えてございます。そうした中で令和4年度、議員も少しお触れいただいたように、北部南部2会場に分けまして、まずはそのエリア連携構想も含めた市長自ら考え方を皆さんにお示しさせていただくとともに、有識者の方にもお世話になりまして、自治会の方も含めまして、どういうふうな部分で、他の部分も含めまして、先進事例も含めまして、そういうお話もしていただいたというところでございます。そうした中で令和5年度はより話し合いを深めていくというかいう形で考えておりまして、まずは各エリアごとに、話題提供もこちらの方からさせていただきながら、まずは一番大事なのはそれぞれ の一緒に考えていくということがポイントだと思ってますので、少し回数を重ねまして、そして例えばこの地域とこの地域が同じテーマで一緒に考えていくということであれば、その話し合いに変えてどうですか、ね、ステップ上げていくというような形で進められればということで、予算の方もその各エリアでの話し合いの回数の時にコーディネーターをお世話になる有識者 の部分も追加して予算をお願いしておるというのが令和5年度のこの予算の考え方でございます。以上でございます。はい、結構です。はい、他に、関連質疑ある方は挙手にてお願いします。はい、その他所管の一般会計について、ご質疑はございませんか。はい、松浦富美さん。すみません、1点152番でありますけど、 KTR の支援事業の関係でちょっと確認をさせていただきたいんですけど、今年度1,300,41,000円削減になってるんですよね。で、3月補正で物価高騰の関係で支援をしておりますけれども、そういった今物価高騰とまたそういった状況の中でこれ削減されているというのはちょっとどういう内容なのかなというお答えください。はい、早川企画課長。こちらに関しましては、前年度比較の部分も含めまして、これは純粋にこれまでまず10年間令和6年度末まで再構築計画というのを沿線自治体、KTR、そしてウィラートレインズと作って国に認定される中で、計画的に、整備、いわゆる鉄路等、設備の整備、そして維持管理の部分を沿線自治体で負担しながらやっておるという予算でございます、この予算に関しましては。そういう中で今回、少し削減になっておりますけど、計画的にハードの部分を10年間通して、
いろいろやっておりますので、例えば車両の更新があるときは少しそのハード部分の負担額が大きくなったり、ない場合は少し下がったりということでなっておるということで、車両の更新の方も行って終わったりしてますですし、そういう基盤等の関係で凸凹があるというような形で、全体の10年間の計画の中でやっている中でのこう増減だというふうに捉えていただければなというふうに思っております。以上です。はい、松浦富江さん。計画的なのが分かるんですけど、今 の, その材料費の関係とか物価高騰の関係とか、そういった廃炉的なものは一定考えられてこの予算という形でよろしいでしょうか。はい、早川企画課長。維持管理負担金に関しましては、今委員お触れの通りそのあたりを維持通常のランニング経費でございますので、今の実態に合わせた形での、予算事業費を沿線自治体で確認して負担しておるものでございます。そういうことで織り込みを一定しておるということでご理解いただければと思います。はい、他にご質疑ございませんか。はい、それでは、次に議第2号土地建物造成事業特別会計予算を議題といたします。まず、予算についてのご説明をお願いいたします。はい、土井企画財政部長。はい、企画課所管の、令和5年度当初予算、土地建物造成事業特別会計について事業等説明資料の、39ページにおいて、説明を行っている中で、予算の、事項別明細書基づき特に必要な事項のみご説明を申し上げます。土地増の4ページをご覧ください。歳入でございます。宮津土地ヶ丘団地の、入閣分の、土地、売り払い収入、923万円を事業収入として、土地建物貸付収入、1000円と、土地、開発、基金利子1000円を財産収入して計上するものでございます。次に、土地増の5ページから6ページをご覧ください。歳出でございます。土地開発基金繰出金、1000円を総務費、土地ヶ丘団地の分譲にかかる経費としまして、42万8000円を事業費、一時、借入金利子を50万円を交際費として計上するものでございます。そして、土地増3ページの総括をご覧ください。今申し上げました歳入の2項目と歳出の3項目を差し引き、830万3000円を、歳出の予備費として計上し、923万2000円を、歳入歳出の予算としてお願いするものでございます。以上、私からの説明とします。よろしくお願い申し上げます。はい、それでは、質疑に入ります。まず通告のあった事業について質疑を行います。星野和彦さん。はい、これはまさに土地ヶ丘団地の造成事業になりますけれども、この19年前の平成16年に220入閣中73区画を7億1100万円で購入した後、今年も、今年の今のところ販売実績がないと。で、32区画はまだ売れ残っている状態だというふうになりますが、今回も設置するですね、今回この概要にも書いてありますけど、移住コンシェルジュの設置等でですね、当区画の販売をしていこうということですけれども、これ具体のこの目標値等というのはあるんでしょうか。はい、中村担当課長。今お触れいただきました令和5年度から移住コンシェルジュサービスの機能をクロスワークセンターに集約して4名のチーム体制で、本市の魅力発信により関係人口から移住定住へ、つなげる取り組みに、を進めていく中で、情報発信や関係人口へのアプローチなどにより、移住だけでなく、日域居住も念頭に置きまして、市と一緒になって、販売促進を展開していくこととしており、令和5年度については全体でということになりますが、2区画の、予算を計上しておるというところでございます。
今後におきましても土地の価格、まあ、入会料あごめんなさい、仲介手数料が不要、また下水道加入負担権も購入費に入っているとか、そういったような金銭的メリットでありますとか、まあ、環境袋工事で、まあ、立地が静かであったりとか、子育て世代のスクールバス、またこの安心安全、こういったものを前面に良さをお伝えしながら、販売促進を図っていきたいと考えています。以上でございます。はい、星野和彦さん。はい、戦術上のこともご説明いただいて非常に分かりやすく理解しました。コンシェルジュ、先ほどの答弁いただいてて、ここまでやれるとなるとなかなかコンシェルジュだけでは無理なんだろうなと、まあ、他の部分でも穴埋めしながらということかというふうに理解しました。それでよろしいですね。はい、早川企画課長。さらに補足させていただきますと、今戦術の面は確認いただいたと思いますが、戦略の方ももう一回考えないといけないのかなというふうに思っております。で、今回令和5年度の予算で、先ほどもご質疑ありました未利用市内市街地の宅地化の研究とかいうことで、新たに短期的な取り組みではいろいろ住まいの支援策を打っていくとともに、中長期的な部分で検討を進めないといけないという部分も今回予算でお願いしております。ゼロ予算にはなりますが、つつじが丘団地におきましても改めてこうターゲット層でありますとか制度の在り方、また財源等の検討をもう市街地の宅地研究だと合わせて町内のチームでもう一回しっかりやった上で、もう一回戦略を少し改めてお示しさせていただいた上で、具体の戦術と連動するようにしていきたいなというふうに考えてございます。はい、星野和彦さん。はい、戦略まで ご答弁いただいてありがとうございます。ようやく戦略戦術が揃ってきて、今までみたいにですね、売れない状態がずっと続くっていうのはこれ困りもんでございましてですね、なんとか、我々も協力しながら売っていかないと、隠れた不良債権ですよね、これぜひそこに期待したいと思います。ありがとうございます。はい、次に松浦富美さん。取り下げます。はい、はい、関連してご質疑ある方は挙手にてお願いします。はい、内容ですので、企画課主幹部の質疑を終了いたします。